宝物を見つけようぜ2021年。いやこれ普通に吹雪いてんな。洗濯除雪車は動いてますね。ええ、寒い。寒すぎて涙が出る。この世はでっかい宝島だから正直わからない。あと3キロでいいから足持ってほしい。挑戦してる意味が自分で自分に説明できなくなっちゃうからね。寒い、暗い、お風呂に入りたい。はい、そういうわけでね、今年も年越しチャレンジやっていこうと思うんですけど、今ここにいます。岐阜県羽島市、そしてゴールは熊野早玉大社であります。ここはもう和歌山県ですよということで、三重県を上から下っていって縦断したいと思いますよ。距離はね、だいたい 230m って Google マップは言い張ってますね。もうちょっと長くなると思いますけどね。ただね、私三重県にほとんど来たことがありません。一回和歌山に行った帰りに通っただけです。なので一体どうなることやらさっぱりわかりません。はい。日本で一番過酷なお正月休み、スタート。皆さん、おはようございます。岐阜の朝です。はい、晴れてますね。ラッキーです。てか、ホテルの窓ってこれ勝手に開けていいのかな？すげえめっちゃ水滴ついてんだけど、ちょっとワンチャン拭いてみるか。まあね、そういうわけでね、今回は岐阜からスタートなんですけど、はい、もうね、なかなかいい時間なんでね、走り始めようと思うんだけど、今回のランの前提をね、話しておきたいと思うんですけど、今回のランはね、6日間以上用意してあります。で、制限時間はね、一旦設けないです。というのは、まず今ね、もう真冬なんで、環境的に非常に厳しいということですね。また雨とか雪も予想されてるんで、めちゃめちゃ雪が降るらしいよ。大雪嫌ですね。なんでね、期間を決めて頑張って走るっていうことはね、今回はねちょっとねやめとこうかなと思いますね。6日間あるんで、まあね5日で着くとは思うけど、まあ一応予備日としてね6日目も用意してあります。なんで無理せず、今回はねどちらかというと安全に走ることをね意識して走りたいと思いますね。あ、今回の旅の概要としてはそんな感じです。そしてもう一つ、安全にどうやって走るかなんだけど、今ね日本ってそういうこと言われてるじゃないですか。安全に走る必要があるんです。なんで私は基本的に外食はしません、コンビニとかでねご飯は済ませます。あとは人が集まる場所とかもね、どんなに素敵な場所でも行きません。美しい神社、お寺行きたいですよね。でもね、人が集まるんですよ。なんで私はね今回残念ですけど行かないです。そういうね、人が集まるきらびやかなところに行かなくても宝物はあるってね、私は知ってるんですよ。三重県のことはさっぱり知らないけど、宝物がね、めちゃめちゃいっぱいあることを知っています。なんで今回はね、人混みを避けていきますよ。ただね、ガラガラの飲食店があったら入るかもしれません。ただ人混みは全力で避けます。残念ですけど、大浴場も入りません。ホテルに着いたらすぐ引きこもります。心に決めています。さて、安全対策はそんな感じなんですけど、もう一つ心に決めていることがあります。それは毎日宝物を見つけるということですね。三重県せっかく走るんですから、宝物をね毎日素晴らしいものを見つけていきたい。まあ今回の旅を通して10個ぐらい宝物を見つけたいと思ってるけど、いくつ見つかるかはねわからない。それは時の運だ。ではね、毎日たくさん宝物を見つけていこうと思いますよ。気づいてないだけで、私たちの身の回りにはとんでもねえ宝物がいっぱいあるっていうことを、私はね自分のランを通してたくさん証明していきたいと思いますので、ぜひねご覧になっている皆さんも宝物を一緒に発見してみてください。さて、そろそろ行くぞ。時間がいい時間だ。時計がない。はい、もうちんたらしてたらもうすぐ8時だよ。なんで走り始めますよ。私のドンキで1500円で買った時計は安定の8分遅れだ。行きます。まあ格好はいつもの格好だけど、結構冬仕様だ。あったかい。行くぜ。今回一緒に三重県縦断してくれる相方は三島一号だ。よろしくな、三島一号。三島一号と共に長い長い旅に出発する。はい、 JR 岐阜羽島駅からスタートします。いや、思ったより寒いぞ。今3度しかない。はい、知らないお父さんとお母さんいた。誰やろ。
いや、よくわかんない。誰でしょうね。はい、行ってきます。バイバイ。はい、繊維の街って書いてある、ここ、羽島は。そうなんだね。さて、どっちかわかんねえ。ちょっと、Google マップ調べていくわ。スタートだぜ。8時ジャストスタート。長い旅が始まる。花水木街道を通って海津に向かっていく。海津が何県かはわからん。気持ちいいぜ。岐阜はめちゃめちゃ広い。岐阜の2021年の朝焼けだ。いや、まだ2020年だね。2020年残り3日間走っていく。はい、交差点がありますね。私は海津市に向かってたと思ったんですけど、そっちには行かないみたいですね。福沢じゃない、稲沢って方に行きますね。稲沢って何県なんでしょうか。何も分かりません。そしてミニストップがあります。ハロハロ食べたい。長野県民にとってハロハロは憧れの食べ物です。ミニストップ出店してください。山梨県でもいいから。いやー、本当に景色が美しいな。まだ岐阜だけど、これね、宝物認定ですね。すげー美しい川だ。うん、ぶっちゃけスタートしてから本当なんもねえなと思ってたけど、コンビニが数軒あるぐらいで、なんもないってことは全部あるってことなんだよな。やっぱすげえ美しい。この川は宝物です。まだ何川か分かりません。見ていこうと思います。はい、ミニストップで X フライドポテト食ってからね、9キロぐらい走ってきたんですけど、ここから愛知県進入。今ね、すげえでかい川になんと2つに挟まれてるんですよ。こっちは木曽川ね、でかい川でしょ。で、反対側もハイパーでかい川なんだよね。すごい面白い。こんな面白い道俺走ったことがないよ。すげえでかい川に2つ挟まれながら走ってますね。ここはめちゃめちゃ素晴らしい宝物ですね。気持ちいい。まだ三重県に侵入もしないのに、こんな素晴らしい思いができて俺はめちゃめちゃハッピーだぜ。楽しい。どんどん走っていく。今日のお宿はね、決めましたよ。さっき予約を取りました。四日市市にしようかと思ったんだけど、こっからね30キロちょいなんで、ちょっと甘いかなと思って鈴鹿市にしましたね。こっからね44キロぐらいです。今日は60キロぐらいのランになると思います。いや、これはどうなっていくんだ。このでっけえ木曽川とでっけえ長良川合心するんか、この先。いやー、でっかくて美しいね、長良川。しばらくね、もう人がね全くいねえところを通ってきたけど、なんかドローンとかやってて超楽しそう。陣地の及ぶエリアにやってまいりました。人里に来た。ドローンじゃないな、タコだね。スポーツカイトだね。すげえちっちゃい子がやってるよ。1歳か2歳ぐらいの。いいな、楽しそう。こういう広いところじゃないとできないからね。やべ、普通にやっちまった。なんていうかさ、俺のドSナビゲーションがさ、あの真ん中の辺のトラックね、あそこが通ってる、バイパスを通れって言ってきたわけよ。ナビゲーションが、 Google マップさんが、あっこは通れないよ徒歩では。なんでね、俺ね、その下の人間が歩く用の道を通ってきたんだよ。そしたら行き止まりました。どうしよう、ちょっと悩むわ。腹いせになんか石碑みたいなやつがあるから、ちょっと見ていこう。なんだろうね、この行き止まりに来れたおかげでこれを発見できたぞ。なんだこれ、何これ、古事ネジ柳跡。へえ、なんやねんネジ柳って。へえ、なんか見っけたよ、ネジ柳。そうだ、道がなければ作ればいい、道なき道を行く。たださ、ゴミをポイ捨てするのはやめようぜ。こんな綺麗な川なんだからさ。いや、すげえ道遅かったよ、バイパス。苦労した。まあ、県境はどこの県もそんなもんだと思ったら、これ、すげえ地味に、これ、県境の石碑ですね。愛知県って書いてあるでしょ？ということは、こっち側は？はい、三重県新郡。こっから俺の旅は、始まる。と、いつもだいぶ疲れたけどね。今 22.1 キロか。はい。三重県縦断の旅が始まります。ただもう結構疲れた。いや、しかしあと40キロ弱あるんだよな。鈴鹿まで今日はたどり着けるんでしょうか、明るいうちに。寒くなりそうで嫌だ。海抜マイナス1メートルってなんか信じられないね。普段1000メートル住んでる人間からするとさ、海の下ですよ、ここは。よくね、想像がつかない。ずっと走ってますね。気持ちいい。今は長良川沿いを走ってますね。この景色ね、少なくとも私が今までかつて見たことない景色ですね。なんていうか、まだ言語化できないけど、本当に三重県が流れ込んできたな。
今のところ似てる雰囲気はなんか栃木県の雰囲気に似てるな。もう完全に俺の主観だけど、あと静岡県が若干入ってる。ああ、ちょうど 1年前に静岡横断マラソンやってましたからね。今年は三重県縦断だ。これから4日か5日か6日かわからないけど、三重県を走っていく中でこの三重県らしさっていうのはね、俺の体にどん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 流れ込んできて、どんな三重県らしさがあるかっていうのをね、言語化できると思う。今はまだできない。ただただ楽しい。あの遠くに見えるポコンポコンなんでしょうね。あの橋の上にあるっぽいポコンポコン、わかります？あのヨッシーの卵みたいな、あれなんでしょうね。わかりません。その手前にある橋を渡りますね。これ伊勢大橋ですね。はい、すごいでっかい。瀬戸大橋と同じぐらいのサイズありますよ、この橋は。うん、よくわからないけど。はい、瀬戸大橋を渡っていく。違う、伊勢大橋を渡っていく。ラッキー。伊勢大橋は普通に人類が通れます。気持ちいい。でけえ、長良川でけえ。そしてあのポコンポコンなんやねん。はい、伊勢大橋終わりですね。伊比長良川って書いてあるけど、伊比ってなんやろ。もう東海のこと知らんことだらけや、わいは。はい、多分今ね国道1号線を走ってますね。そして多分ここは桑名市だと思います。さっきねすき家牛丼屋さんがあったんですけど、それが国一桑名店っていう名前だったからね。まあ走ってますね。牛丼食いたかったけど、ぶっちゃけ、うん、すごいめっちゃ人が多かったから諦めました。うん、今回はこれでええねん。もしガラガラのお店があったらそこで食事取ろうと思うし、あとはまあコンビニでなんか食べようかな。あ、ほか弁がある。ほか弁でもいいか。うん、ていうか気づいたらナバナの里過ぎてましたね。ワンチャンナバナの里ねチラ見できるかと思ってたんだけど、ダメだったな。まあしょうがない。今日はそういう人が集まる場所には行くつもりはないからね。昔ゴリゴリのギャルと付き合ってた時に言われたんですよ。ね、ナバナの里連れてってって言われたんですけど、もう軽くねいいよって言ったんだけど、あの宿泊料金見て目が飛び出ましたね。すげえ高かった。はい、そんな思い出があります。ナバナの里を行く。六花園、七里の私、休暇パーク、知らん、全部知らん。まあとにかくお腹が減って仕方がなかったので、ローソンさんでハンバーガー的なやつを食べる。のどかですね、ほんと三重は。グッバイ桑名市です。そして入るのが、いやちょうど逆光で見えない、はい、朝日町ですね。はい、まだ四日市じゃねえのかよって感じですね。四日市の前にこの朝日町が出てきましたね。いやー、三重走っててさ、とりあえず思うのは、いやすげえあったけえよ。マジで今冬なのかって忘れるぐらい、もう秋ぐらいの気候ですね。うん、だって普通に虫が飛んでんだもん。カバシラとかありますよ。うん、びっくりですね。走りやすい。静岡よりもあったかい。そしてもう一個思ったのは、ガソリン高くねってことですね。あのレギュラーで139円するんですよ。で、ハイオクだと149円か150円しますね。長野県だとハイオクでも自分いつも137円で入れてるんで、長野県のハイオクより三重県のレギュラーの方が高いっていう。え、今高くなってんのかな、俺が知らないだけ。はい、うん、ちょっと後でちゃんと調べよう。はい、一瞬で朝日町終わりました。川越タウンイン、川越町でしょうか。川越町行く。え、ちょっと待って、大津遠くね。あと104キロもあんの。多分大津通るよね、今日。今日じゃない、今回の旅で。こんな走るの？はい、伊豆の割やな。四日市市、いいんです。なんか、街巡ってるだけだな。何も名所が今のところ見当たらない。長餅って食ったことあんだよね。うまいんだよ。四日市名物だったんだな。おぉ、食いたい。ラッキー、目の前に出てきた。めちゃめちゃ運がいい。暮れてくね。日が暮れてく。四日市の空ね。いやー、まだ鈴鹿にたどり着いてないからな。青い看板では9キロって書いてあるけど、ホテルまではね、あと17キロぐらいです。まだ結構あります。もう4時過ぎたってことで、ちょっとずつ寒くなってきてますね。長野より全然マシですけど。さあ、やる気出して、走ってこうかな、上り。
さあ、四日市の美しい街並みに夕日が沈んでいきます。いくら暖かい地域とはいえ、今は年末真冬です。どんどん気温が下がっていきます。先を急ぎたいところです。ちなみに四日市市ではこのゆるキャラを目にすることが多かったです。名前は小乳道くん。ちなみに彼のお父さんはめちゃめちゃでかいからくり人形の大乳道です。小乳道くんの近くに白身顔の銅像も発見しました。この銅像、小学生の時の俺にそっくりなんだよな。まあ時間が時間ってこともあると思うけど、ハンバーグ屋さん一っ子一人おらんねん。ちょっと寄らせてもらうわ。いやー、やめました、ハンバーグ屋さん。ほんと食べたかったけどね、絶好のチャンスだった。マジで外から伺ったらお客さん一人もいなかったからね。というのも俺のバッグの中からこいつが語りかけたんだよね。はい、アルクマです。犬走り袋の中のアルクマ。こいつがね、俺に語りかけてきたんだよ。いや、座って物を食ったらもう走れなくなるぞって。確かにその通りだな。もうね、時間はこんな時間です。もうちょっとで5時だし、なかなかね、もう寒いんだよ、はっきり言って。さすがの三重でもね、もう寒いです。さすが冬ですね。冬っていうかもう真冬だからね、それは寒くなるよ。というわけで、俺は進み続けないと今日やばいと思った。さすがね、歩くまだぜ、助言してくれたバッグの中で。だからね、代わりにおにぎりを買いました。はい、そういうわけでこいつ買ったよ、おにぎり。なんか東海っぽいやつだよ、小エビ天まぶし。東海の出汁って書いてあるし、美味しそうです。30円引きでもあります。276キロカロリー。これ作って頑張ろうかな。もうね、夜が近いです。鈴鹿は遠いぜ。めちゃめちゃうまい。真田。かっこいい。お、すげえすげえ。ワンチャン見えるんじゃねと思ったら見えるな。はい。津まで24キロ、鈴鹿まで4キロと書いてありますね。津って県庁所在地だよね。鈴鹿から割と近いんだな。明日には到達できそうですね。鈴鹿まで4キロとありますけど、実はこれ市街地だと思いますね。もうすぐそこから鈴鹿市にインです。もう真っ暗だな。でもね、思ったより寒くないんだよ。もう本当に西日本って冬来ないんかな。まあ俺相当寒さには強い方だと思うけど、ここまであったかいとは思わなかったね、東海地方。ありがたいです。はい、鈴鹿市イン。あ、はい、鈴鹿市イン。ただしホテルまではあと 8.8 キロ。いいぞ、頑張れドラゴンズ。いや、仏壇屋さんかっこよすぎやろ。はい、ゴルフの打ちっぱなしがあります、鈴鹿市です。さてさて、なんていうかね、四日市はね、すごい栄えてたんですよね。でも鈴鹿に入ってから、まあこんな感じです。あんまりね、お店もないし、ちょっとね、落ち着いた雰囲気ですね、鈴鹿は。はい、そういうわけでね、残りホテルまで 4.4 キロですね。ちょうど 4.4 キロになったんで、まあね、残り8時までは1時間ちょっとあるんで、まあ8時までには着くでしょうね。まあね、8時に着いたとして、私今日スタートしたの8時じゃないですか。12時間かかってるんですよ。距離は 58.8 キロで確定です。なんで、まあ、ぶっちゃけ時速に直すと時速5キロ割ってるんですよね。まあこれね、正直、緊張感がないからですね。今回は6日間用意してるからぶっちゃけ余裕なんですよ。ただ今日はね、60キロ近く行ったけど、明日明後日は厳しくなると思います。明日は雨の予報だし、明後日は下手したら大雪になるかもしれないっていう予報なんでね、西日本でもあっても大雪が降るみたいなことを昨日ニュースで言ってました。本当かは分かりません。時の運だ。さあさあさあ、まあね、ぶっちゃけもう歩こうかなと思って、残り 4.4 キロちょうどだから、これから私はホテルに着くまでにとりあえずね、食料の確保を目指します。ぶっちゃけ今日60キロ、まあまあ走ってるんですよね。ほとんど歩いてない。でもこんだけ遅いんで、まあどんだけ遅いスピードで走ってたんだっていう話もあるんだけど、それはまあ置いといて、消費カロリー的にはまあね、スピードが遅すぎるからな。まあ、そうは言っても3000キロカロリーは消費してると思います、60キロで。なんで、でもね、今日俺2000キロカロリーも全然取ってないと思うんですよ。今1500下手すら割ってるぐらいなんで、食事量が少なすぎますね。これ今日は別にいいんだけど、辛くもないから、明日以降響いてきてしまう可能性があるから、割とがっつり食った方がいい。なんで、ホテルに着くまでに何らかの食事を取ることをね、目標にちょっと行動します。ただね、商店に入ることは難しいと思います。やっぱりどこの食べ物屋さんもね、人で結構賑わってるんですよ。そういうところには入らないって今日ね、今回の旅では心に決めてるんでね。
まあどっかでテイクアウトを目指そうかな。美味しいね、うまそうなもんがあったらめちゃめちゃラッキーだよ。まあ最悪コンビニでもよしとしましょう。はい、何か食べ物を探して走っていく。残り 4.4 キロ。いや、この店は吉本は来れないだろう。今川吉本泣かせ桜の森公園だって。ラッキー、ちょっとトイレがピンチだったんだ。寄ってこう。ついでにコーヒーも飲みたい。甘いコーヒー。うぃ、危ねえ、助かったわ。これ見たことないやつあったわ。ラッキー、いただきます。はい、そういうわけで弁当買ってきたわ。超時間かかったけどね。うん、すげえうまそうなもん手に入ったから、後でちょっとねお披露目して食べたいと思います。さて、ね、もう少しでホテルなんだけど、とりあえずホテル着いたら速攻でまあお風呂、いや先に飯だな、もう腹減ったから最に飯食って、そんでお風呂入って、あとはまあ明日の予定考えようかな。まあぶっちゃけ俺明日の予定とか全然考えてないから、まあ雪が降り、雨が降りそうだからね、どこら辺まで進めるか考えてないし、ホテルも全然取ってないし、どこまで走るかも決めてない。ああまあね、いつも無計画ですよ私は。まあね、でもその方が楽しいんだよ。きっちりね計画立てちゃうとね、面白さとあと難易度が下がっちゃうからね。ああそれにね、明日のことは明日の俺が頑張ることだから、今日の俺は今日のランを頑張った。うん、だからね今日は合格点をやりたい俺は。うん、60キロ近くね初日に走れたのはまあね良かったんじゃないかな。さあホテルに行ってご飯めちゃめちゃ食って、そして申し訳程度に明日の計画を考えていく。疲れた、マジで疲れた、飯食うぞ。はい、どうも。めちゃめちゃうまそうでしょ。ホイコーローと唐揚げ弁当ですよ。お味噌汁もついてます。お味噌汁はね、普段赤味噌はね、地域柄食べないんだけど、うん、あえてね、赤味噌にしました。やっぱりね、旅行気分味わいたいじゃん。こっち来たら赤味噌食べたいよということで、いただきます。カロリーは後で適当に計算します。はい。うまそう。いただきます。はい、ごちそうさまです。めちゃめちゃうまかった。唐揚げもうまいし、ホイコーローもうまいしね。赤だしのお味噌汁も、うん、誤解を恐れずに言えば不思議な味ですね。うん、普段食べない味だからね、うん、美味しかったです。こういうのもね素晴らしい、旅の素晴らしいところですね。ごちそうさまということで、まだまだありますよ。はい、こいつをいただきたいと思います。長持ち。はい、まあこういうことなんですけどね、うん、一番量が少ない7本入りを購入しましたね。うん、俺ね何度も長持ち食べたことあるんだけど、四日市名物だとは知らなかったね。はい、うまそうでしょ。これね、餅の中にねあんこが入ってるんですよ。なんか長さが不揃いなのは、これはすいません、私のせいです。私が走ってたんでね、こうやってなんか短くなっちゃった感じですね。ちょっと見栄えがいいやつを食べようかな。はい、こいつをいただきましょう。美味しいよ長餅。ちょっとねうまく切れなくてね申し訳ないんだけどね、引っ張るとこうなっちゃうんだよね。なんかねうっすらあんこが中に入ってる感じですね。うん、めちゃめちゃうまい。もうこれ3本目です。美味しい、一気に食べてお風呂に入ろうと思います。はい、まあそういうわけで申し訳程度に作戦練ってみましたが、明日2日目は12月30日、ここ鈴鹿からスタートです。残り172キロですね。今日進んだのが 58.8 キロだから、まあね230キロっていうね整合性は取れてると思います。そして明日の予定なんだけど、津市とか松阪市通りますね。あの県庁所在地の津市どんな感じでしょうか。そして松阪市、うん、牛が食いたい、俺はどうしても牛が食いたい、食えるんでしょうか。そして明日は雨が降りますね。これはもう確定事項だと思います。完全に雨が降りますね。困ったもんだなぁと思いきや、私にね完全に明日の雨を打ち破る秘策があります。いざざざかけていきますよ。さあ明日は雨が降る三重県を走る。海が出てきてくれた、すげえラッキーだ。めちゃめちゃ美しいです。この空ですね、俺は長野県でこんな空を見たことはねないというか今まで一回もない。日本全国どこに行ってもなんだこの空は、すげえ美しいんだよな。あらの雪が積もってんな、寒い、暗い、お風呂に入りたい、寒いよ助けて。ねえここ通るんだよ俺、かわいそうでしょ。雪まみれだぜ、風呂入るよ、楽しい。宝物見つけようぜ2021年。いやこれ普通に吹雪いてんな。洗濯除雪車は動いてますね。ええ、寒い、寒すぎて
涙が出る。この世はでっかい宝島。だから正直わからない。あと3キロでいいから足持ってほしい。挑戦してる意味が自分で自分に説明できなくなっちゃうからね。寒い、暗い、お風呂に入りたい。三重県縦断2日目。曇る空は今日彼を待ち受けている運命を暗示しているようだった。朝や、鈴鹿市の朝です。はい、眠いです。いやー、ビュッフェ形式の朝ごはんだったからさ、ちょっと人と被るの嫌だったから、めちゃめちゃね、もうスタートダッシュで6時半からスタートだったから、もうガッと行ったらやっぱりね、一っ子一人になってね、快適にご飯を過ごすことができました。もう見ての通りね、雨が降ったんですよ。雨が降ったから今日のスタートはね、遅めにするしかないと思ったんだけどね、はい、見事に晴れました。でもご飯食べてから寝ちゃったからね、こんな時間です。さてね、昨日宿の関係は全然考えないって言ってたんだけど、ちょっと考える必要があります。というのも、こっから先ね、三重県の中部から南部に至っては宿の選択肢がね、ほとんどないんですよ、なかなか。うん、もう点在してるんで、自由にね、例えば細かくね、刻んで走っていくことが非常に難しいです。なんでね、今日の宿をしっかり確保しないとちょっと厳しいんでね、明日以降も雪が降るらしいし、はい、ちょっとね、宿の確保に努めます。電話する。はい、寿司院です。三重県の県庁所在地だよね。ああ、なんかそう思ったら急に自信なくなってきたわ。さてね、宿取れましたね。3カ所に電話して3軒目でやっと取れました。やっぱりね、お正月はやってみないみたいだな。まあそんな中でも1軒取れたっていうのはすげえラッキーでしたね。ただね、悩んだんだよ、そこ行くか。ランドリーがないっていうんで、多分はっきり言われなかったけど、そこね、カップル向けのホテルだと思います。だって俺、名前も電話番号も聞かれなかったもん、予約するにあたって。なんでね、ランドリーがね、困ったなって一瞬思ったけど、まあそんなのはね、小さい悩みだよね。今回ね、軽量化のために着替えのタグ一切持ってきてません。はい、美しいな、寿司。なんでね、どっかで着替えを買ってね、ホテルに向かなきゃいけないなって感じですね。うわ、綺麗。何これ、天空の城ラピュータじゃん。美しいぜ、気持ちいい、三重県気持ちいい。さあ、今日の旅はね、その旅館まで46キロくらいですね。うん、まだ3キロくらいしか走ってないと思うから、残り43キロ頑張って走っていく。足の状態はまあまあ。楽しい。ミニストップの X フライドポテト、かなり気に入ったようだ。いや、食いすぎたな。俺も計算してびっくりしたよ、カロリー。あれで1040キロカロリーぐらいあるんだね。うん、びっくりしました。アメリカ人みたいな朝食を取りました。まあ朝食っていうか第二朝食ですけどね。はい、残り38キロぐらいあるから、まあ今日も8時コースかもしれない。はい、まあ津市をどんどん走ってるんですけど、一個ね、思うことはこの空ですね。俺は長野県でこんな空を見たことはね、ない。というか今まで一回もない。日本全国どこに行っても、なんだこの空は、すげえ美しいんだよな。すげえ速い、雲の動きが速い。今止まってみたらすげえな。相当強い風が吹いてるんでしょうね、上空では。ああ、すごいな、美しい。びっくりするぐらい美しい空ですね。これはもう間違いなく俺の中では宝物ですね。速い速い、これラピュータなんじゃないのかな。やっぱ早いね。うん、動いてくる。でもね、なんか暗いな、不安になります。雨、雪があるかもしれないな。三重県の美しい空がまるで夏のようです。この後天候の変化に悩まされるとはまだ彼は思っていないでしょう。ちなみにこの辺りから風がかなり強くなってきます。お聞き苦しいところはナレーションに置き換えますのでご了承ください。海が出てきてくれて、すげえラッキーだ。めちゃめちゃ美しいです。思えばね、今回の旅でゆっくり海を見るってことしてなかったかもしれないね。ああ綺麗だね、本当に。俺の主戦場の長野県と、まあ山梨県も主戦場って言っていいかもしれないけど、海がないんですよね。うん、なんでね、綺麗だな。ああ、もうちょっと落ち着いて海みたいな。ああ、こっからは歩いてちゃダメみたいだね。はい、一旦海とはお別れです。また出会えるでしょう、美しい海に。
なんやなんや、めっちゃ南国やん。あったけえと思った。寿司は12度もあるよ。あったけえ。海は広いな、大きいな。さあ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 。風が強い。海がどうしても見たかったので、ちょっと寄り道です。寄り道ついでに釣り具屋さんでコーヒーを購入。餌の名前がファンキーすぎる。いやちょっと遠回りしてきちゃったんだよね。俺の野生の勘が言ってたんだよ、絶対遠回りする価値があるって。綺麗だな海は。本当に美しい。めちゃめちゃ風強いけどね。しかも雨が降ってきた。いやびっくりだわ、急に雨がめっちゃ降ってきたんだけど。っていうかさ、強い風って雨のさ予兆だったりするじゃん。俺はそんな単純なことも忘れてしまっていたのか。まあ一過性のものだと思うけどね。まああんまりひどくなるようだったら雨宿りも考えようかな。原始。はい、これから渡りますは雲津川だそうです。はい、雲津大橋っていうのをね渡ってきます。まだ津市ですね。まだ松阪市には入りません。いつになったら松阪市入ってくれるのかなって感じですけど。あ、なんつうかこれ川っていうか、なんか川がないな。なんか工事中ですね。雲津大橋。はい。さてね、風がめちゃめちゃ強い。引き続き。そしてね、すげえ面白い天気ですね。さっきまで雨が降ってたんだけど、雨がね、雪と変わったり変わらなかったりなんですよね。すごい。最初虫が舞ってんのかなと思ってたんですけど、雪でした。今降ってないけどね。はい、こんなに太陽出てんのにね、雪がたまに舞う不思議な天気です。さて、疲れた。まあ疲れたね。今日は50キロ弱ですけど、ホテルまでまあ着くのは8時ぐらいかな。まあ頑張って走っていこうと思いますよ。途中で服を買わなきゃね。風がめちゃめちゃ強いので、これ以降しばらくナレーションとさせていただきます。いやー、しかし風がめちゃめちゃ強いな。ここでね、噂をしていれば松阪市いいんです。松阪市ではありません、松阪市です。疲れた、グッバイ津市ですね。やっぱりね、雲津川が境目でしたね、松阪市と津市の。しかし風がとんでもなく強い。マジで雲津大橋を渡ってる時にね、もうスマホとか帽子やサングラスはもちろんなんですけど、自分の体が持ってかれるぐらいものすごいね強い風ですね。ここまで強い風を感じるっていうのはね、私の人生の中で初めてですね。本当にね、危険、危ないって感じるぐらいのね強い風を感じています。普段はこんなに風の強い地域ではないんでしょうね。本当にいろんなものが吹き飛ばされて道路上にあったりします。車を運転される方にもね、本当に気をつけていただきたいと思いますけれども、さてね、強風の中松阪市を走る。牛が食いたい。はい、このシーンもね風が強すぎるんでね、もう吹き替えにしたいと思うんですけれども、ここで何喋ってるかというと、伊勢神宮について話してますね。この上の電光掲示板になんか書かれてるんですよ、マイカー規制の話ですね。伊勢神宮さんも何らかの規制をしないと、例年通りめちゃめちゃ人がねマイカーでやってきてしまうんで、なるべく駅に人が押し寄せないようなね、そんな工夫をされているということですね。私もできればね三重県を走るということで、伊勢神宮ねぜひ寄りたかったんですけど、まあこういう状況ですからね、仕方がありません。今回は寄りません。ぜひね、ゴール地点である熊野早玉大社、そちらではね御朱印をいただいておみくじもいただきたいと思いますという内容を話しています。あともう一個話してる内容が、私ねいつもお正月はねおみくじを引くんですけど、去年まで2019年2020年連続で今日を引いてるんですよね。ただね、今日を引いたところで自分は何も運の悪いことが起こってないし、全然気にしてないよって話をここでしてますね。なんなら3年連続で今日引くの逆に美味しいんじゃねみたいな話をしてます。まあ自分で見てもこの人は能天気な人だなと思いますね。そんなこんなでシーンは変わって、ファミリーマートでおにぎりとココアを購入。目渡り橋ですって、綺麗ですね。松坂に夕日が沈んでいく。元折宣長記念館、お城番屋敷、松坂城跡、全部行きてえな。ぶっちゃけ全部行きてえよ。今日はそんな余裕がねえ。俺は先を急ぎます。細い道通らせるな。 Google マップ日が沈む。フンは持ち帰ろう。ミルクコーヒーと紅茶。
あったかい茶色いものがお好み。うえ、月が綺麗だね。もうね、すげえ寒い。真っ暗だしね。本当に寒いよ。もうね、この旅で初めて、はい、手袋装備します。初日の朝も結構寒かったけど、その時ですら手袋装着しなかったけどね。もう本当に寒い。まあ雪の予報だけどね。まだ降ってないけどね。まあ雪が降るぐらいだから寒いよな。東海って普段雪降るのかな？あんまり降らなそうだけどね。と風が強いし冷たい、手がかじかんでるね。さてね、ホテルまであとね 9.6 キロです。まあ、買い物をしていかなきゃいけないから、服も買いたいし、あとは今日のお夕飯ね、買ってくつもりなんで、まあお買い物してたら現実的にはホテルに8時って感じかな。まあ寒い。もうね、まだ元気だね、そういえば、うん、まあ今日はスタートが遅かったから10時だったからね、活動時間が10時間だから今日は、まあね、割と元気です。まあ元気なうちにね、走っていこうか。はい、相変わらず強い風が吹いていますね。この日は強い風と、あと天候にかなり悩まされたことをよく覚えていますね。でも今見ても月がめちゃめちゃ美しいですね。この日は本当に幻想的な雰囲気だったのをよく覚えています。この日、暗くなった松阪市を走っていく中で、本当になんかね、寂しかった覚えがありますね。特に何もない、明かりも焦点も非常に少なかったですね。でもそれって松阪市だけじゃなくて、これから走っていく三重県の南の方全体的にそうなんですよね。ねえ、嫌なんだけど、こんな時間にさ、こんなさ、真っ暗の森の中入ってくの。もう風もビュンビュンさ、隣のドトロの台風の時並みに吹いてるさ、嫌なんだけど、怖い。いや、ちょっと情けないけどさ、俺どんな道でも通ってきたけどさ、今まで、いや、遠回りしていい？数キロ遠回りするわ、でかい道を行きます。いやー、きつかった。もう遠回りをすると決めた。8キロ地点、残り8キロの地点から進まねえ、進まねえ、全然進まねえよ。やっとね、ホテルまであとね 1.6 キロの地点まで来ましたね。見えるかな、結構雪が降ってんだよね。もうプチ吹雪だと思ってたけど、いやー、これ普通に吹雪いてんな。結構寒いよ。もう本当に見えるよ、街灯の下雪が舞ってんの。あー、寒い、めっちゃ寒いけどね、まあ積もるとは思えないね、うん、積もるほど雪自体が降ってないし、そんな寒くないからね。あ、俺は明日の朝どうなんだろう、降り続いてんのかな。早朝は多分寒そうだな。でも積もってることはないと思います、さすがに。よく考えたらさ、今長野県とかやべえんじゃねえかな、雪。ホテル着いたらニュース見てみよう。しかし何もねえな、本当にしばらく何もないです。ほんとね、最後に寄ったファミリーマートかな、あっこでね、ぶっちゃけ飲み物を2本買ったでしょう。多分映像に起こしたと思うけど、あの時ね、買いすぎだなと思ったんだよね。でもね、まあ、そのおかげで、飲み物がね、足りなくならずに済みましたね。助かりました。ほんとにね、商店が何もねえから、服買えんのか。もう最悪服買えなかったら、もうホテルの風呂場で、自分で洗って干すわ、ハンガーに干すわ。でもコンビニとかさすがにないとね、お夕飯買わなきゃいけないから、明日結構勝負の日になると思うんだよ。今日は10時間走って、まあ50キロちょいだね。明日は結構走らないと、ホテルまでの距離が結構あるんだよ。多分70キロ弱あると思う。なんで明日はマジで頑張んないといけないから、今日ね、ご飯食べなきゃいけないんだよ。なんかうまいもんを食べたい。美しい街づくり、条例制定の街、滝町、滝町、読めない、わからない、どっちでしょう。見て、茶畑があるよ、びっくり。静岡かなって感じだね。いや、しかしさ、一向に現れないんだよ、人里が。本当に現れるのか。多分こっからそのホテルの近くにインターチェンジがあるはずなんですよ。清和滝っていうインターチェンジがあるはずなんですよね。だから普通に考えて人里のはずなんだけど、一向に出てこねえんだよな。だって真っ暗じゃん、この道。ねえ、ここ通るんだよ、俺。かわいそうでしょ。きついな。二日目はね、結構イージーなチャレンジかなって思ってたんだけど、きつくなっちゃったな。まあ、こんなもんだ。冒険楽しんでる。雪が積もってんな。寒い。暗い。お風呂に入りたい。寒いよ。助けて。ホテル着いた。8時3分、雪まみれだぜ。風呂入るよ。
寒い。まあやっぱこういうとこだよな。いや絶望だわ。っていうかさ、もうこのホテルの近くに何もなかったんだよ。コンビニもなかったし、食べ物屋さんも見当たらなかった。なんでね、もう腹ペコなのにもう何も食うもんがねえよ、どうすりゃいいんだよと思ったら、ほいカップラーメン2つもある、ラッキー。洗濯洗濯できたわよ。はい、カップヌードルとカップコーヒー、いやーありがたいね、あったかいでしょう。はい、いただいていこうかね。本当にね最高だよ、最高な三重の夜です。てか見てこれ、カラオケとか懐かしくない？ウガってあったよね昔、今あるのかなウガ。ね、そして見て、あっこしかね俺はコンセントプラグを発見できなかったからね、あっこでお湯を沸かしました、あっこでスマホを充電します。今夜はスマホをいじりながら眠れないですね。ありがたい、乾いてくれるといいけど、夜のうちに乾くかね。できたわよ、もう一組食うわ、むしろ増やしたわ。カキピー、これさちょっと怖いのが、カップラーメンもカキピーも値段が書いてないんだよね。カキピーさどうなのこれ、これ100円もしたら俺ちょっと怒るけど、まあしょうがないかね、ディズニーランドみたいなもんだね。カップラーメンもまあ200円ぐらいしてもしょうがない、いいんです。はい、いただきます。はい、じゃあ寝ようと思うんだけど、今日は 50.7 キロ走ったということで、トータルが 109.5 キロになりましたね。残りが124キロなんですけど、明日はもうホテルがね、尾鷲市っていうところに行かないとホテルがないから、70キロ走らないといけないですね。決め打ちです。明日は一応ねホテルはもう取りました。3軒に電話して、やっと3軒目でね予約を取ることができました。やっぱいっぱいだったり営業してなかったりしてね、なかなか取れないですねこの時期は。はい、というわけで明日は70キロ元気に走る必要があります。少なくとも6時前に起きて6時にはスタートしないと、また真夜中になっちゃうね。はい、頑張って早起きしましょう。疲れた、しっかり休もう。おやすみ。2日目終わり。金ちゃんラーメンって何ですか。えい、金ちゃんヌードル結構詰まってますよ。寒い、除雪車は動いてますね。そしてたまに転びそうになる。美味しそうっていうか強そう。 100m ですから。ん、はい、困った時の自撮りですね。まあ自撮りするってことはね、まあ、ピンチってことなんですよ。そして多分あれ茶畑だよね。茶畑の向こうに朝日が昇っていく。にゃん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 。これ実はもう今回の旅スタートした1日目からちょっと迷いがあって、宝物見つけようぜ2021年。いやこれ普通に吹雪いてんな。洗濯洗濯、除雪車は動いてますね。えい、寒い、寒すぎて涙が出る。この世はでっかい宝島だから正直わからない。あと3キロでいいから足持ってほしい。挑戦してる意味が自分で自分に説明できなくなっちゃうからね。寒い、暗い、お風呂に入りたい。おはようございます。今ね、大晦日じゃん。12月31日の5時24分です。危うきに成功。今日はね走っていきますよ。尾鷲市まで70キロの道のりですね。それを行かないと、ダメなんですよ。今日はもう尾鷲市にホテル取ってますんでね、死ぬ気で走っていきます。まあ14時間ぐらい走ればね、70キロはね、まあ間違いなく到達できると思うけどね。足が持てばの話ですがね、さあ頑張って走っていこうと思うんだけど、一つだけ東海地方の皆さんに聞きたいことがあります。金ちゃんラーメンって何ですか。まあちょっと CM 見ててね、食べてみたいなと思いましたね。でもね、ごめん、もう一個聞きたいことがあるんですよ。東海地方の皆さん、金ちゃんネギラーメンって何ですか。うわうわ、思ったより積もってますやん。わかります、雪です。はい、
境のホテルさんありがとうございました。こんな真っ暗なところでした。こんなところで泊めていただいてありがとうございました。いや寒いな。ちょっと待って、温度調べてないけど、これはね寒い。何度ぐらいだろう、0度かな。寒いですね、はい、手袋しっかりして。ちょっと走らないな。とりあえずコンビニがあるかもわかんないけど、あまり商店がここに来るまでほとんどなかったからね。いや相当なかったよ、10キロ以上なかったかもしれない。はい、とりあえずなんか商店のタイヤが出てきたら、ちょっとあったかい飲み物とね、あったかいご飯食べようかな。まだ時間的に暗いし、道も凍っていて危険なので無理に走ることはしません。遠くに明かりが見えます。商店はあるのでしょうか。どうだろうね、三重県でこんな風に雪が降ることって珍しいのかな。どうだろうね、多分三重県の人はスタッドレスタイヤとか履く風習がないと思う、多分だけどね。だって山梨県の人だって履かない人いるからね。結構積もってますよ。えい、寒い。すごい、除雪車も動いてますね。寒いわ。ホテルの近くにコンビニがありました。あったかいお弁当とドリンクがめちゃめちゃありがたい。まだ美しい月が出ています。幻想的な雰囲気から2020年の大晦日が始まります。ガソリンもめちゃめちゃ安い。三重県入ったばっかりはすげえ高かったけど、どん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 安くなってきた。看板もまっすぐ行くとどこに行くのか全然わかんねえ。ここから大台タウン、いいんですね。大台町かな。いやー気をつけるよ。なんかこっから歩道がないし、多分車さんもさ、スタッドレス履いてるかちょっと怪しいからね、東海地方の方たち。やっぱりね、滑っちゃったりもあると思うから気をつけます。なんだろうね、何日本一の町、大台町かな、渓流かな。なんか美しい川があるんでしょうか。そして多分あれ茶畑だよね。茶畑の向こうに朝日が昇っていく。大台町は一度です。あれ俺どこに来たんだっけ、北海道に来たんだっけ。まあ、北海道はもっとすげえと思うけどさ、いやー三重県のまさかこんなに雪に見舞われると思わなかったね。まあこんなのもねスパイスですよ。もうねこの旅が美味しくなる一つの要素でしかない。はい、まだ日は昇ってこないな。まあ9時ぐらいは極寒の世界でしょうね。まあなんか雰囲気がこれ大晦日だけど元旦だよね。雪深いし、もう地面がバキバキだぜよ。走ってるけど一応、危ない。滑る。やっぱりさっき茶畑があった通り、美味しいお茶の町ってありますね、大台町。お茶の産地なんですね。大台町は、雪ですよ。もうね、寒すぎて、涙が出る。もう涙が止まんない。そしてたまに転びそうになる。気をつけていきますよ。すごいね。スタートした時は全然想像しえなかったこの景色。本当に最高の年越しですよ。はい、最高の大晦日がここにあります。にゃん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 。うわ、もう一匹来た。にゃん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 。はい、疲れた。まあ割かしね、山の中走ってます。民家っぽいのもあるけどね。はい、朝日が昇っていく。はい、すっかり日が出てきましたね。まっすぐ行くと新宮であるとか尾鷲の方に行きますね。で左に曲がると七歩というところに行きます。私はその七歩方面へ向かおうと思いますね。 Google マップはその指示です。そっちの方が短いんでしょう。てかもう明らか短いです。ただねちょっとね山っぽいところを走ると思うんだよね。ちょっとこの雪なる状態で山っぽいところ行くのはね若干の不安はありますが、山の方に向かっていきたいと思います。七歩へ向かう。やはり清流日本一の町でしたね。この先大紀町とお読みするのかな、内見とありますね。はい、そして一級河川宮川です。まさかこの橋宮川大輔じゃないよね。大橋、まあちょっと大きめな橋だからワンチャンあると思うんだよな。大橋かなこれ。あ、でっけえな結構この宮川。
綺麗な川ですね。お、美しい。山々も相まって美しいですね。七穂大橋、宮川にかかっているのは宮川大橋でしょうが。はい、宮川大橋からの宮川です。美しいな。この後自分に降り注ぐ苦難を彼はまだ知らない。はい、宮川を渡ると大気町だね、多分。はい、大気町いいんです。急に日陰だったからね、めちゃめちゃ寒い、寒い山を向かっていく。いや、ワンチャンそんなに山でもないかもしれないな。おはようだ、年末ですな。年末ですな。ほんま一年間大きに良いお年を。良いお年を。七宝石食いて。はい、まあこんな感じです。大輝くんと奈々ちゃん可愛いですね。今ここでこっち側南伊勢の方にね向かっていくと思いますね。いたぞ、七宝石。七宝石いた、かっこ松阪牛って書いてありますね。っていうか、いや美味しそうっていうか強そう。アゴナシジゾウだって。 100m ですから、ちょっと寄り道していきます。近いからね。大輝町七宝名所アゴナシジゾウ堂、ちょっとね今日の旅の無事を祈っていこうかな。お守りがねあるようなんですよ。はい、ちょっと1枚300円、2枚500円ですね。で、私500円しか今持ってないんで、ちょっと2枚いただこうかなと思いますね。はい、交通安全です。2枚いただきます。はい、お賽銭どうもね。賽銭箱ないじゃんと思ったらこれ開くみたいですね。開くのかな。なるほど。はい、お賽銭させていただきます。はい、すごいね、愛されてるのが分かりますね。お地蔵さんお菓子いただいてます。今日の旅の無事を祈らせていただきます。いよっ。はい、七穂の名もなき川です。名もなき川、めちゃめちゃ美しい。本当に心がね洗われます。魂の選択です。綺麗だな、ただただ美しい。本当にね、ラッキーだよ。俺はこんなところに出会えて本当に運がいい男です。七穂から今どこに抜けてるんだろうね。まあとにかく山中なんですけど、南伊勢の方に向かっていますね。もう久しく電波がなくなって久しいですね。寒い、やっぱり山間部はすごい寒いね。日が当たってるところが限られるからね、厳しいです。時間だけは分かりますね今。電波がないんで、もうナビゲーションが使えないんで、いやぶっちゃけこの道が合ってるか分かんないんですよ。まあ、ほぼほぼ一本道だったから間違ってないと思うけど、でかい道だしね。まあ、とんでもないところに出なきゃいいけど、山の中なんでちょっと怖いですね。時間は今9時9分ですね。はい、まあね、まだ9時ちょっと過ぎだけどね、厳しいね。今日はスタートも早かったし、体力的にも厳しいというわけでね。ただね、こんな山の中ね、さっきちょっとビビったんですよ。なんかね、後ろからつけてくるような足音みたいなのを感じたんですよね。コトコトコトって言って俺バッて振り向いたんだよね。そしたらやっぱりね、誰もいないし何も動物もいない。なんかね、バッグの中からね音がしてる感じだったんだよね。その時思い出したんですよ、俺今回の旅で本当にピンチになったら使おうと思ってたものがあるんだよね。それがこいつですじゃん、山梨きびだんご。これね、戦国バサラスタンプラリーですね。足軽の野望で行った時に俺昇仙峡で買ったんだよね。山梨名物も昇仙峡で買ったんで、これは本当にピンチの時に食べようと思いますよ。今日結局きびだんご食う時点に陥らなかったな、これは次のランの時まで取っとこう。そんですげえ大ピンチの時に食べよう。これね、ピンチになったら食おうと思ってたんだよね。もう今しかない、もう絶対にねこれを食うタイミングは今しかないです。これを食べて元気出そうと思いますね。これね、一袋でね、なんと800キロカロリー弱あります。間違いなく元気出るぜ。ありがとう昇仙峡、ありがとう山梨、ありがとうきびだんご。はい、こんな峠道に
可愛らしいお地蔵さんがいらっしゃいました。これさ見て、干し柿をねお供えされてるんだよね。すごい愛されてるのがわかる、この可愛いエプロンハートマークのね。本当に愛されてるんだなって思いますね。さっきのあごなし地蔵もそうだったけどさ、本当に地元の方から愛されてるなって感じますね。本当に、うん、心が温まります。そしてうめえきびだんご、本当にうめえ。今まで食べたきびだんごの中で一番うまいね。うん、確か570円です。ぜひね、山梨県昇仙峡にお越しの際にはこのきびだんごをどうぞ。めちゃめちゃうまい。どこで何を宣伝してるんだろうね。せってなんやねん。はい、今ね七穂峠下ってるんですけど、今登ってて苦労してたのは七穂峠っていう名前ですね。で電波もね回復したんで、道も合ってること確認しましたね。ここは名前忘れた、伊勢大宮線ですね。そう、ただねここねとんでもなくでかい糞があるんで、人間のうんちではない、間違いなく。何かかなり大型の野生動物がいますね。おそらくイノシシでしょう。はい、ちょっと怖いですね。まあ映像には載っけないと思うけど、これがうんちですね。何のうんちでしょう。育もう若い木の芽と優しい心、語らいの里、話のかな。やっとね人里に出てきました。いやー辛かった、疲れたね。しばらく峠はいいや、疲れた、寒い。はい、やっとでかい道に出たかなって感じですね。42号線ここから尾鷲に向かっていく。2015年大樹町合併10周年記念。ほう、どこと合併したんよ。はい、尾鷲まで52キロとありますね。新宮までは108キロです。まあ私の場合はちょっと人間の通る道を行くんで、これより若干短くなると思います。まあ52キロが51キロになるぐらいだと思いますけどね。はい、今日3日目は厳しい旅になりそうだな。阿蘇大橋ですね。阿蘇なんてあるんだね、三重県に。ということはこれは阿蘇川でしょうか。非常に美しい川ですね。うん、ね、人里に降りてきてさ久しいんだけど、すげえ久しぶりに遠くにさ見えますね、ファミマの看板が。ちょっとご飯食べようかな。そしてさ見えるかな、超雪が舞ってんだよね。見えますね。はい、結構こんなにお日様照ってんのにさ雪が降ってんだよな、寒い。ファミマで高菜明太の握り飯を食らう。まあこの町日本一の清流の町って書かれてたじゃないですか。あ、これ見ればわかるよね。うん、こりゃ日本一だよ。さすがに綺麗だね。これが日本一の清流です。幻想的じゃない、日本一の清流の町に雪が降ってんだぜ。気持ちいい。こんな景色を見てるのはね、幸せ。海と山が出会う町、大きい町とありますが、私はこの言葉好きですね。はい、本当そうなんですよ。なんていうか、私は三重に全然詳しくなかったんで、これはね、和歌山の話になっちゃうんですけど、まあお隣ね、三重県の。本当にね、海っぺりのすぐ横に山が、裾野が広がってるみたいな、すごい不思議な景色なんですよね。私もね、ここ、今3日目ですけど、走っててすごい感じますね。すごい。不思議であって、とても美しい景色です。はい、大樹町です。大樹町走ってます。おお、またいたぞ。七宝牛。ね、かっこいいな。強そうだね。さてね、雪の降ってるよ、見ての通り。寒いね。そしてね、もう12時34分ちょうどなんだけど、もうこっからの、何市に向かってるんだっけ、尾鷲市ね、尾鷲市まであとちょうどフルマラソンありますね。疲れた、でっけえ牛乳だな、かっこいい。牛乳を飲もう。ふるさとは遠きにありて思うもの。なんていうか空見てみると全然雲が違うね。多分あれ初日だったと思うけど、海っぺりの雲っていうのはすごい印象的だったな。これは山の雲ですね。よーく普段から見覚えがある山の雲。不思議だな、海の雲と山の雲って違うのかな。
牛乳の里大内山村、うっさんかいな。まゆみ見て見て、かわいい。なんかレゴブロックみたい。これ木で作ってるんだろうな。綺麗だね。あ、すごいね。すごい細かく作ってある。そしてさ、俺炊き物袋ってなんだろうと思ったら、これ炊き物一袋100円ですね。うん、薪が売ってます。はい、あ、すごいすごい、なんか、あ、すごい、なんか芸能人の顔みたいな。すごいな、いろんな才能を持ってる人っているんだね。さて俺はね、急がなきゃいけないんだよ、こっから尾鷲市に向かって。まあもうちょっとで2時になるっていうことでね、はい、頑張りましょうというね、心意気を込めるために、ああ、自撮りしますよ、ね、自撮りして自己宣言したいと思います。はい、困った時の自撮りですね。まあ自撮りするってことはね、まあピンチってことなんですよ。はい、今日3日目はトータルでまあ70キロ走らなきゃいけないんだけど、まだ32キロ残ってます。もう2時なんですよね。となるとね、まあ正直8時前にホテルに着くことは非常に難しい、というか8時半も厳しいような状態です。まあね、ただホテル取ってしまったんで、今日その工程は絶対にね行かなきゃいけないっていうところですね。そして明日のホテルも取ってあるんで、うん、もう今回ね6日間用意したんだけど、今回の旅4日間でクリアしなければいけないことをもうね自分で決めました。これ実はもう今回の旅スタートした1日目からちょっと迷いがあって、6日間用意したんですよ、230キロに。これぶっちゃけ、長野県横断は4日でやったんだけど、その時よりも距離短いのに、6日間用意したんですよね。まあしょうがない面もあって、雪が降る予報もあったから厳しいかなって思ってた。だから刻もうっていう考えもあったんだけど、でもね、それって、俺の中で本当にチャレンジなのかなって思ってたんだよね。この230キロっていう、三重県をさ、6日間で走破することが、俺にとってチャレンジになるのかなって。うん。面白くねえって思ったんだよね。1年前の俺は、もう4日しか本当に休みがない状態で、静岡県に挑んだんだよね。本当に1日でも遅れたら、会社を休まなきゃいけない。そういう状況で走ってて、そっちの方がぶっちゃけ面白かった。なんで今回もね、チャレンジにしたかった。なんで4日で三重県をクリアします。自分で決めました。まあ俺ね、こういうチャレンジしてるとよく聞かれることがあって、なんで走るんですかってよく聞かれるんですよ。答えることにあまり価値があると思ってなくて、うん、あなたにも好きなこととか大切なものあるでしょ、それと一緒ですって答えるんですけどね。なんでどうして走るのかっていうのを俺は周囲に対して説明する必要性はね全くないと思うんだけど、自分に対してはきちんと説明できないといけないと思うんだよ。だから俺はね、チャレンジにしたいんだよ、走るのは。なんでね、そう、今日はしっかり走らなきゃいけない。明日の俺は熊野早玉大社まで54キロしっかり走るからさ、今日の俺は70キロしっかり走らなきゃいけないんだよ。うん、辛いけどね、走んなきゃいけない。そうしないとチャレンジに挑戦してる意味が自分で自分に説明できなくなっちゃうからね。だから今日は70キロしっかり走り切ります。人に説明する必要がないとか言って今こうやって残したのは記録として自分に言い聞かせるためだね。マジでバカなんで、言わないと忘れちゃうんですよ。言うと自分が一番よく分かってくれる。これね、おすすめです。何かやり遂げたいときは自分に言い聞かせてみてください。おすすめ。はい、頑張っていこう。冷めたミルクティー飲んで頑張ろう。新坂峠イン、趣味の店。幻想的だな。今日は雪がずっと降ってる。風がないって証拠だね。ずっと待ってる。三坂トンネルイン、短い。トンネル抜けたら速攻紀北タウンイン。ひえー、なんか急にめちゃめちゃすげー景色出てきた。美しい。これ見れただけで今回走った価値がある。三坂峠マンボウの丘だって、やっぱ絶景スポットになってるんだね。ちょっと改めてすげえ景色を見てみよう。マンボウの丘展望台からの景色です。お納めください。めちゃめちゃ美しい。ここに走ってくる人はまず私ぐらいしかいないでしょう。豊かな自然が息づく世界遺産熊野古道の町紀北町、峠道にいきなり小滝不動明王、ここにお参り来れる人はなかなかいないだろうね。見て見て、こっち青いでしょ、こっち白いね。雪が降ってるね。寒くなっていくぞ、急げ。
走れ走れ走れ俺。日本の屋台骨を背負います。ホップステップチューブってあるけどさ、それよりびっくりなのか、ここ海抜24メートルって標高24メートルってことでしょ。低すぎ。はい、道の駅紀伊長島マンボウですね。道の駅の名前がマンボウです。俺多分ここ寄ったことあると思います。確かね、ここでねサンマバーガーっていうのを食ったね。うん、その時はもちろん車だったけど、和歌山の帰りに寄ったと思います。ちょっと中覗いてみようかな。腹減ったですね。はい、道の駅マンボウではこちらをいただきます。美味しそうなお寿司。今回の旅で初めて念願の海産物を口にします。美味しそう。売店でお箸もくれました。ありがとうございます。好き嫌いがほとんどない私は全部美味しくいただきましたよ。ごちそうさまでした。一瞬で全てなくなってしまいました。こちらの道の駅ではなんとマンボウの串焼きも売っています。後で食べりゃよかったなと後悔しましたが、うん、この時は度胸がなかった。なんかさ、ほのぼのご飯食べてるみたいな雰囲気になってるけど、もうね日が暮れてきて、こういう時の私は大抵ピンチです。長い距離走るって結構疲れるんだよ。綺麗だね。本当に言葉が出ない。普段ここに住んでる人たちはどんな気持ちでこの景色見てるんだろう。本当に美しい。海も空もすげえすげえ。初めて見たぜ、こんなことあっていいのかっていうぐらい。トンネルあるじゃん。歩道がない。狭いでしょ。歩道があるんですね、長島歩道トンネル。めちゃめちゃありがたい。センキュー、センキュー三重県、センキュー長島。疲れた、腹減った。なんだろうね、あの色、空が綺麗な色に染まっていってます。はい、あと何キロぐらいだろう。あと20キロ切ったかなぐらいですね多分。うん、疲れたけどね、うん、走り続けるしかないね。まあ体はねもう限界って感じでもないから、しっかり走っていきたいと思います。一個心配なのがあって、俺今日さ、8時にチェックインしますって言ってたから、まあ、間違いなく遅れちゃうからさ、9時か10時頃になっちゃうかなっていうね、連絡をホテルにしたんですよ。そしたらね、なんか予約がうまくいってなかったみたいで、昨日ね、お父さんが出てくれたんだけど、なんか今日電話出てくれたのはお母さんだったんだよね。なんかさ、電話越しにさ、お父さんがお母さんにめっちゃ怒られてんだよね。どうすんのあんたとか言って。ワイの部屋あるんやろか。いや急がなきゃいけないんだけどさ、ついつい見とれちゃうよね。綺麗な海だよ、日が沈んでく。いやカメラを通すとより雰囲気が出るな今ね。結構ね、山奥っていうか、まあ峠の頂上みたいなトンネルのとこなんだけど、そこのトンネルもめっちゃ細いからね、この歩道トンネルが設置されてるんですよね。ありがたい。ただね、雰囲気がすごいね。もう外がね、真っ暗だから結構怖いよ。ほら、外真っ暗でしょ。と思ったらもうちょっと明るいね。はい、日没です。なんていうか、この道、なんていうか知らないけど、なんていうかね、こういう人里がね、たまに出てくるんだけど、基本的にね、人里と山道をね、断続的に繰り返すみたいな道ですね。また、山道に入っていきます。いやぶっちゃけ怖いな、暗闇を走っていく、怖い。いやもう峠道なのにもう真っ暗、おっかない。動物出ないでね、まあ寒いから出ないか。もうこのねライトだけが頼りですよ。ライト持ってるのね、さっき初めて気づいたわ。スマホのライトじゃなくてこれ使えます、ペンライト。助かる。この世はでっかい宝島、そうさ今こそアドベンチャー。調子に乗ってるとこれだよ。こんばんは、良いお年を。というわけで7時なんですよね。まあ7時で残りがねちょうど 9.1 キロになったんですよ、ホテルまで。なんでね、まあ9時までには普通につけるかなって感じですね。うん、足もね幸い止まってないんで、まあ足がさ、ホテルまで持つんだったらもうちょっと早く走るよって感じなんだけどね。まあしょうがないんだよ、やっぱり体をね守ろうとするから、なかなかねポテンシャルを体は引き出せないんですよ。はい、残り気をつけて走っていく。しかしさ、ホテルまであと9キロぐらいなのに全然何も出てこねえんだよな。商店の類が民家しかない、民家と木しかない。なんかねここのお寺にカッパがいるらしいよ。なんかカッパがね和尚さんに謝ったんだって、まあ、
どうせさ、カッパって悪いことしかしねえからな、基本的に。長野県のさ、阿賀沼にいたカッパもさ、悪さしてさ、なんだっけ、川太郎だっけ、諏訪頼人に退治されてますからね。どこ行ってもカッパは悪いやつなんだな。道の駅着きましたね。ここは道の駅三山です。ようこそ馬越峠かな、書いてありますね。ここはね、さっきのワンボーと違ってちょっと小規模なとこですね。はい、寄ったことあります。なんていうか、サンマバーガー食ったって言ったじゃないですか。あれマンボーじゃなくて多分ここですね。ここはこじんまりした道の駅ですね。ちょっと休憩していこうと思います。ホテルまではね、あと 5.6 キロですね。ぶっちゃけここで休憩したらもうね、足が動かない気がする。かなり冷えてきてね、足がね、悲鳴上げてますね。まだ 5.6 キロあるからな。厳しいけど、ちょっとあったかいものを飲んで元気取り戻そうかな。孫瀬峠だった。いやー寒い、本当に寒い。体が凍える。今日もね、雪が降ってきました。はい、あと3キロでいいから足持ってほしい。いやー最後の最後で峠登ってんだけどさ、はい、大汗まであと4キロってあるでしょ。まあ、実際さ、残り 3.7 キロなんだけど、ホテルまでね、全然大汗市がまず出てこないし、てか、峠じゃん。だってあと4キロ足らずだよ。これさ、なんか、でっかい、だって市じゃん、大汗市。でっかい駅想像してたんだけど、実はこじんまりしてんのかな。とりあえずきついけど、足が走ってくれてる。ありがてえ。もうちょっと頑張れ。ゴンベが種まきゃカラスがほぜくる。ズンベラズンベラ。まあね、予想はしてたけどね。俺だけ街の明かりが見えないってことはトンネルがあると思ったんだよ。そして山の向こうにね、人里があるんじゃないかなと思ってた。はい、尾鷲トンネル606メートル、これが今日のラスボスだ。はい、トンネルの終わりと同時に尾鷲にいいんです。はい、まだ遠いな。そして街の明かりはまだ見えないけどね、あと 2.2 キロで尾鷲駅の近くに着くはずです。長かったな、ほんと。今日は辛かった。70キロ、朝の5時半に出発して、まあ最初の30分は飯食うだけだったからさね。まあ6時からとしても21時に着として、まあ15時間ね、70キロ。まあ辛かったよ、雪も降ってたし。はい、ああ遠くにね、街の明かりが見えてきたな。はい、峠を下って尾鷲に行こう。はあ、今日も無事に走れました。三重県尾鷲市、ありがとう。はい、これより尾鷲市街って書いてありますね。いや、まだ全然峠なんだけど。だって途半車線あんじゃん俺ね。あと 800m でホテルなんだけどな。そんなに秘境のホテルなのかな。でもさ、駅の最寄りなんだよね、尾鷲市の。だって市の駅だよ、市の名前を冠した駅だよ。そんなに田舎なのかな。ちょっと今日行くか明日行くかわかんないけど、ちょっと尾鷲駅が気になるからちょっと見に行くわ。はい、何にせよあと少しでホテルだ。はい、腹減ったな。なんか飯買ってこう、うまいもん食いて。着いたね、ホテル。今日はコンビニ飯です。はい、時間は9時1分。まあ頑張った方じゃねえかな。はい、ご飯を食べましょう。はい、お部屋到着です。私の部屋ね、無事ありましたよ。とりあえずね、飯食おうかな、洗濯したいところだけど、腹減ったからね、720キロカロリーいただきます。デザートもいただきます。はい、ちょっとお弁当じゃ足りねえからもう一個食うわ。お湯なんか沸かしてカップヌードルまた食うんだろうってどうせ思ったでしょ。ところが違うんだな、こいつを食います。はい、キンちゃんヌードル、さっきねコンビニで買ってきたんだよね。朝ね、気になってたのを買いました。自分で伏線回収成功。へー、縦長タイプでさ、こういう風に火薬が入ってる袋、火薬袋バージョンで珍しいよね。はい、2分50秒経ちました。どんなもんでしょうね。はい、まあパッと見普通のカップヌードルですけどね、味はどうでしょうね。スープが若干あっさりめで、麺がもちもちのカップヌードルって感じですね。金ちゃんラーメン、うまい。こちらは私がこの日送った明けましておめでとうメールに添付した画像です。寒さにやられている画像にしました。ガキつかみながら金ちゃんラーメン食べてたら、タリオさん年が明けますよ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、あと20秒ぐらいでさ2000年が2021年になるから、
え、顔映っちゃったよ今。ちょっと待って、なんかさ、こっから大瀬駅見えるんだよね。なんかピカピカならないかな、ワンチャン大瀬駅。なります？ちょっと待って、あと5秒、5、4、3、2、1、ビーン。ああ、何も起こりませんね。はい、大瀬駅は平和です。さて皆さん、明けましておめでとうございます。年越しそばっていうシステムあるじゃないですか。はい、まあ、ぶっちゃけもうお腹いっぱいでさ、まあ、濃いの食ったからね。まあ食べたくないんだけど食べるわ。スガキ屋って食ったことないんだよね。ね、これ名古屋名物じゃないですか。うん、いつかね、本物のスガキ屋を食べたいという気持ちを込めて今ね、このスガキ屋いただきたいと思います。はい、うまそう。はい、まあこんな具合ですよ。私の時はね、だいたい8分から9分遅れてるんです。まだ2020年を私だけ8分弱楽しむことができます。皆さん、良いお年をお迎えできましたね。明けましておめでとうございます。来年というか今年2021年も絶対めちゃめちゃ楽しいことばっか起こるって、本当俺が保証しますからね。エンジョイしましょう。2021年楽しめ、イエイ。今日も到着時刻は真っ暗だと思います。どうまい、おわせ、うおー、投入パワー。電話ボックスあるけど誰が電話するんだ、以前に誰がここに来るんだ。いやー、しかしきつい。トンネルの中めちゃめちゃ寒かった、凍えた。 Welcome Kumano。 昭和10年から昭和26年までみんなここで仕事してたの。いや、やめた方がいいよ、めっちゃ寒いから。鬼の国なんだね、びっくりです。シルコ、正月だしね。だから正直わからない、今日どこまで走るかっていうのは。予備知識ゼロで来る俺の特権だな。ワクワクする、寒い、凍える。遠くにうっすら海が見えるね。あれが大泊まりの海かな。すげーの見っけた、名もなき滝、スーパービッグ、でけー宝物見つけようぜ、2021年。いや、これ普通に吹雪いてんな。洗濯、除雪車も動いてますね。えい、寒い、寒すぎて涙が出る。この世はでっかい宝島。だから正直わからない、あと3キロでいいから足持ってほしい。挑戦してる意味が自分で自分に説明できなくなっちゃうからね。寒い、暗い、お風呂に入りたい。はい、皆さんおはようございます。さすがにさ、疲れが溜まってて早起きしようかなと思ったけどできなかった。うん、もう8時3分ですね。さすがに3日間の疲れと、あと昨日ちょっと無理しちゃったからね。うん、疲れてますね。これがね、尾鷲駅ですね。割とこじんまりした駅ですね。そして尾鷲駅前も、割とこじんまりした街です。はい、まあ規模的には松本市ぐらいなのかなと思ってましたけど、そんなことはなかったですね。はい、初日の出ですよ。ありがたい、神々しい、めっちゃかわいい。すごいね、人っ子一人おらん、郵便屋さんしかおらん。なんかね、熊野島ではね、本当に商店の類がないから、ご飯をしっかりね食べて買い込んでけってね、宿のご主人が言ってて、優しいご主人が。主婦の店サンバーストにはご飯ないだろうな、っていうかまだやってないよね。ちょっとなんか飯食ってこうかな。2021年元旦の朝はいくら醤油漬けおにぎりとチキンステーキバーガーから始まる。静かだ、めっちゃ静か、元旦のお朝市は。すげえ静かだね。平和だ、平和な日常だ。さてね、今後なんですけど、とりあえずね、多分峠を越えると思いますね。この今見えてる山、どっかわかんないけど、松なんとか峠っていうのを越えますね。はい、それはね結構長いんですよ。27キロぐらいあるから、そうすると熊野市に出ます。27キロ越えたら人里に出ますね。そこから海ペリを走っていくんで、あの24キロ走ったらもう熊の早玉大社なんですよね。なんで人里出ちゃうまでが勝負ですね。27キロ多分ね、マジで何もない山道だと思うんで、これからね、間もなく最終コンビニがやってくると思います。そこで
しっかり買い込んで、さっきお腹いっぱい食べたからね。特に飲み物だね。飲み物確保しとかないと、さすが27キロでしょ。結構な時間かかると思うから、飲み物はしっかり用意していこうかな。自動販売機がある保証もないからね。42号線を行く。電光掲示板見えますかね。16キロ先、道の駅熊野紀伊国って書いてありますね。まあ本当峠何もないと思ってたから、もし自分の行く進路上に道の駅があったらめちゃめちゃラッキーですね。国道42号線って書いてあるから、もしかしたらワンチャン道の駅にありつけるかもしれない。さてね、コンビニで買い物してきたんで、食料買い込んできました。はい、27キロの松本峠ですね。多分松本峠に挑んでいく。松本峠、まあ速攻山ですね。速攻で人里がなくなりましたね。すっかり山の中って感じです。そしてね、こっち見るとさ、これなんて書いてあったかな、矢野口川かな。木々でちょっと隠れちゃって見えないかもしれないけど、すげえ綺麗な川があるんですよね。っていうか、こんな美しい景色も多分昨日の夜走った尾鷲市に向かう峠みたいに真っ暗だったらただの恐怖でしかないと思うんだよね。いや、ぶっちゃけ怖いな。おっかない、動物出ないでね。これだけ明るいからこんだけ美しいと思うんだよね。そう考えると走る時間って重要ですよね。なんで今日は明るいうちに熊野早玉大社に着きたいと思うんだけど、まあ無理ですよね。今日も到着時刻は真っ暗だと思います。8時は目指したいな。はい、矢の川でしたね。美しいでしょ。水がね、エメラルドグリーンなんだよ。どうまい、おわせ。いや、松本峠ね、きついよ。結構登りがきつい。ちょっとね、無理やりね、登りを登ってたんですけど、ちょっと足が下手っちゃったな。はい、なんていうか、長野県縦断の4日目に状況がめちゃめちゃ似てますね。距離としても50キロちょいで似てるし、あとはその何もない山道を最終日に登らなきゃいけないっていうね、そんな感じですげえ似てます。熊野まであと26キロですね。松本峠が27キロなんで、ほとんど進んでねえんじゃねえのかこれっていうぐらい厳しいですね。はい、というのもね、やっぱり食料と水分はすげえ大事だと思ったから結構買い込んだんですよね。バッグがめちゃめちゃ重い。まあ重いがね、ほぼほぼこいつのせいなんですけどね。はい、豆乳。これさ、パックのまま飲む人見たことあります？まあ私はこのまま飲むんですけどね、ラッパ飲みで。はい、いただきます。豆乳。うおー、豆乳パワー。いやー、きついきついよ松本峠。豆乳パワーが効かない。元気がないね。この元気がないのが寒いせいなのか、登りがきついせいなのか、疲れがね3日分溜まってるせいなのか、どれかはちょっとねわからない。いや、多分全部だと思うんだけど、そのそれぞれがどのぐらいのウェイトがあるかですね。まあ寒いのと登りは、まあ登りはどうにかなるか、寒いのと疲れはどうにもならないんで、この登りがピークを超えた、松本峠のピークを超えた時に俺はどれだけ走れるかだね。それが勝負ですね。でもまだね、めちゃめちゃ登るんだよ。きつい松本峠、最終日にこんな苦労すると思わなかったな。とりあえず走り続けることはね、もう無理ですね。とりあえずね、ピークを超えることを、それを待ちたいと思います。それまでこれ食って頑張るわ。あ、そう、考えすぎは良くないんだよ。こういう時に。ピンチの時に考えすぎるのは良くない。食べ物ね、美味しい食べ物食べて気を直そう。焦がしバターのクロワッサン、これファミマのこれ、うまいんだよな。いやー、松本峠厳しいなーと思ってたら、ここ、矢野光峠って書いてあるよ。しかもさ、これで矢野光って読むことは、読むってことは、さっきの川、矢の川じゃなくて矢の子ってことじゃん。いろいろ間違いすぎだろ。電話ボックスあるけど、誰が電話するんだ以前に、誰がここに来るんだ。矢の子枯れてんな。冬は枯れる川なのかな。反対側見るとすげえちょっとだけ水がある。はい、山奥に急にトンネルが現れました。矢の子トンネルですね。はい、2キロ以上あります。2075メーター。さて、歩道はねありますね。ギリあってくれます。左側の方が通りやすそうだから、左側通ろうかな。なんか右は文殿版みたいなやつがいっぱいあるから、ちょっと笑ったらしてもらって左側を通行していきます。2キロは長いな。ちょっとゆっくり渡っていこう。矢野港トンネル、この先にユートピアがあるかもしれない。まずさ、トンネル内泥んこなんだよね。泥だらけ。
そんでさらに水漏れしてるところがあるから、こういうところはね気をつけて歩かないと、ね、車が来ないこと確認して避けて進むしかありません。はい、大変厳しい矢野港トンネルです。はい、矢野港トンネル出たんですけど、もうね矢野港トンネル出る前からこっちのさ出口が見えるじゃないですか、明るいから。そしたらこのジェットコースターみたいな上りが見えて、ちょっと軽く絶望しましたね。はい、若干元気なくなっちゃったんで、はい、ハリボーを食おうと思います。ハリボー始めだ、今年はすんのハリボーコーラだよ。うめえ、やっぱグミはハリボーが最強だな。みんなでハリボー。このさ熊野古道のさ標識結構あるんだけどさ、この八鬼山越え、あと曽根次郎坂、太郎坂ってあるけどさ、こういう方行くとさどこに行くんだろうね。土地勘がないから全然わかんないけど、なんか景色が良さそうな雰囲気はあるな。ちょっと気になってんで Google マップで調べてみたんですけど、熊野古道は海岸の方に行っちゃうんで、自分の行きたい新宮市の方には行かないですね。熊野とか新宮市の方には行かないです。なんかちょっと逆にちょっと戻る感じになっちゃうんで、そっちが行っても意味ないですね。相当今海から離れて山側に入ってきた感じですね。はい、そして一つ悲しいお知らせがあります。道の駅熊野なんちゃら、うん、今日お休みみたいです。 Google マップに言い張られました、うん、俺は信じないぞ。道の駅熊野がやってるってね、信じてね、向かっていく。ヒノキと魚の町尾鷲市って書いてありますね、うん、キャラがいますよ。これは尾鷲市を代表するキャラですね。うん、何さんだろう、うん、もし知ってる方いたら教えてください。この方何さんだろうね。俺ね思うに、この峠年間通したら歩いて越える人ってね何十人かいるかもしれないけどさ、一時元旦に通る人って俺ぐらいだと思うよね。だとしたらこの方に明けましておめでとうを言えるのは俺だけということになります、日本全国で。はい、尾鷲市のキャラの皆さん、皆さんじゃない、尾鷲市のキャラのこの方、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。弓山トンネル、やっぱり山の日陰のところは雪が残ってるな。はい、トンネルに次ぐトンネル、大股トンネル、1626メートル、長い、そして上りが止まらない。なんか景色は不思議だな、山奥の本当なんか中途半端に人の手が入った不思議な景色してます。そしてこういうキャラいるよね、なんだったっけ、マインクラフトのクリーパーみたいな。はい、トンネルクリアしました。こっちがトンネルの名前書いてないから何トンネルか忘れちゃったな。はい、そして遠くにね熊野市の看板が見えます。熊野市いいんです。いやー、しかしきつい、トンネルの中めちゃめちゃ寒かった、凍えた、体感的におそらくマイナス1度か0度、0度は言い過ぎかな、あーまあ0度か1度だったと思う。すごい寒かったね、もう体の状況も良くないし、山道でね、まあ、工程としても厳しいし、まあ、こういう時はねもう本当にね前向きにならなきゃいけない、うん、悪い方から考えるんですよこういう時は、うん、例えば、ね、熊野市の市街地にたどり着いたのが、ね、命からがら今日の夜中の10時に着いたとしましょう。まあいいじゃないですか、4日でクリアできないだけで別に明日熊野早玉大社に行けばいいわけですからね。別に例えば俺が明日仕事に遅れちゃうとかそういうことでもないからね。ああ、前向きに行きましょう、熊野市イン。この時すでに体力的には限界を迎えていました。さすが山ですね、標高何メーターか分かんないけど普通に雪が残ってます。マイヤーのクリスマスツリーみたいな木は、いやー寒いね。熊野市は今4度です。道の駅熊野紀の国まであと5キロ、やったぜ。黒潮回廊と神々のふるさと熊野市、 Welcome 熊野。いやー寒い、普通に寒い、雪が多い。昭和10年から昭和26年までみんなここで仕事してたの。いややめた方がいいよ、めっちゃ寒いから。すごいね、枯れた川のさ石に雪がね積もってるんですよ。なかなか壮観です。ああ細いけど川流れてるね、うん、いや寒い、めちゃめちゃ寒い。まあこれだけね日が当たらないからね全然、うん、日陰です。あとは風が強い、本当にこれだけ雪がある状況で強い風が吹くとねもう本当に寒いです。もうぶっちゃけ負けそう、心が折れそうですけど、うん、まあ、負けてもいい、最悪、うん、気持ちは負けてもいいけど、でも歩みを止めるわけにいかないから、うん、どうにもならないからね。
歩いていかないと。うん、進んでいこう。あー寒い。凍結注意、3度とあります。寒いです。しかし久しぶりに人里、人間の姿が見えましたね。まあ人は見えませんけど、一服して移管しよう。峠の茶屋、まあやってないと思うけど、自動販売機ありそうだ。峠に現れる自動販売機、めちゃめちゃありがたい。美しいね、熊野市。ここも、おお綺麗だ。エメラルドグリーンですね。はい、まあ各有私はめちゃめちゃ元気がありません。あと1キロで道の駅熊野きのこにあるらしいんで、まあちょっとそこで休憩しようかな。まあ今考えてるのは、まあ9割今日熊野早玉大社にたどり着くことは自分の足で、まあ無理だと思ってますね。まあ、10% ワンチャンってぐらいです。というのも考えたんですよ、なんでこんな体が動かねえのかなって。うん、すげえ寒いんですよ。寒さのせいだなと思って。でもぶっちゃけ昨日の朝の方が寒かったんですよ、温度的には。なんで、あ、なんであんなに元気だったのかなと思って。うん、それやっぱり、ね、走ってたからだと思うんですよね。は、俺走ってねえから体寒くて動かないんだってことに気づいたんですよ。で走り始めるじゃないですか。うん、動かないんですよ体が。うん、もうね、凍えてしまって体が本当に動かない。ちょっとどうしようもないですね。うん、まあね、ぐったりしててもしょうがないんですよ。だって今日よく考えてください、元旦ですよ。元旦からへこむ人がいますか。なんでね、これもしかしたらね、ランニングの神様、ランニング神からのプレゼントかと思って、この苦境がね。なんで考えを変えなきゃいけないなと思って、うん、こんだけ苦労して逆に諦める訓練なんじゃないかなと思って。だって今年まだ1日目ですよ、1月の1日。だとしたら2021年、こんなのよりまだまだ辛いことはたくさん私に押し寄せてくるわけですよ。そのためにこんなにへこんでたらね、私は生きていけない。なんでね、どんな苦境があってもね、ポジティブに乗り越えていけよっていう、ランニング心の粋な計らいなんじゃないかな。なんでね、今日もしダメでも私はへこむことはないです。うん、もしね、熊野市に出てダメだったらしょうがない。もう自分の足以外の方法で、もう宿取っちゃってるから今日ね、新宮市に、うん、熊野早玉大社の近くにね。なんでそこで一旦泊まるしかない。今日は何らかの交通手段を使って、まだ調べてないけど、うん、で明日の朝、今日リタイアした場所からまた走り始める。なんで今回のランは5日でクリアでいいじゃないかと思ったんですよね。ね、2日目さ、松阪市のあたりで、ね、今回のランはね、4日でクリアするチャレンジにしたいと思ったけど、ね、まあその願いは叶わなくなる可能性が高い今のところ。でもそれでもしょうがないんですよ。だって人生生きてたら、これだけは絶対叶えたいって夢砕けることあるじゃないですか。でその時へこんでさ、その後もう二度とチャレンジしなくていいの、うん、それでうなだれちゃって自分の可能性をさ狭めちゃっていいのって思うんだよね。なんでそれは良くない、やっぱり。なんでたとえ今回失敗だったとしても、別にそれをネガティブに受け入れる必要はない。だからね、今日頑張れるところまで頑張って、無理な分はまた明日走るよ。うん、そうやって考えていきたい。うん、今年2021年も俺の人生についても、そうやってね、ポジティブに生きていけばいいじゃんって思うね。そんなこと話してたらちょっと元気が出てきた。道の駅熊野まで走ってみようかな。はい、道の駅きのくにってあるじゃないですか。隣にウッディーワールドってあるでしょ。これさ、ミスリードだよね、すごい。俺、木ってウッドの国だと思ったんですよ。そしたら上に書いてあるじゃないですか、鬼の国なんだね、びっくりです。はい、着きました、道の駅きのくに。はい、すげえ浸透してる、マジですげえ静まり返ってる、人っ子一人いない。はい、今日はね、何もやられてないようです。自動販売機あります。ちょっとあったかいもの飲ませてもらうのと、トイレをお借りしましょう。かわいい雪だるまくんがいるね。てかよく考えたらさ、三重県って雪だるまくんが作れるって珍しいんじゃねえのか。ネバタ合わせの夜とシルコ、正月だしね。熊野市ね、いや鬼のマークを見たいんだけどな。はい、道の駅きのくにね、こういうからさ、あそこでお汁粉飲んだでしょ。その後ね、体がさ走り始めたんですよ。
俺ちょっと悩んでて、本当今リアルに。もしかしたら体は今日のチャレンジリタイアするの嫌がってるのかもしれない。うん、そのことに気づいてちょっとショックだったんですよね。もう頭心は無理だって分かってるんだけど、体がね頑張って走りたいって言ってるんですよ。そういう時に俺今まではね全部体の好きなように走らせてきました。それでねいろんなチャレンジ成功してきたんだけど、今回はマジで無理だと思う。無理に走らせても俺体調悪くなったり怪我したりしちゃうと思うんだよね。だから正直わからない、今日どこまで走るかっていうのはわからない。ちょっと様子を見たいと思います。ちょっと悩み始めてしまいました。明日か、もののけ姫ではない。まだまだ登るんかい。さださか、うん、登っていきます。俺の予感が正しければこの先になんかトンネルがありそうな雰囲気だな。疲れた。まあとりあえず大止まりっていうところまで行かないと話にならないからね。そこまでは急ぎますよ。はい、わずか5分で出てきましたね、小坂トンネル。はい、このね三重縦断で一番磨かれた能力、うん、成長した能力はなんかトンネル察知能力ですね。なんかトンネルが来そうだなと思うと分かるようになりましたね。めちゃめちゃ人生で役に立たねえ能力だな。雨音怖すぎやろ。息してんねん、寝てんねん多分。何の動物か分からんけど、なんやこの動物。いや猫っぽいけど多分猫じゃないよね。でっかい声出せば起きる気がすんな。疲れてんのかな。大きい声出すよ。うわっ、遠くにうっすら海が見えるね。あれが大泊まりの海かな。海がだいぶ近くなってきたね。なんか果物なってる。名もなき滝や。まあ道が細いからさ、うん、人間が歩く用の部分が細いからちょっと避けてこっち歩こうと思ったら罠を発見しました。何用の罠でしょうね。クマかイノシシか。うん、まあ俺やる気出せば俺もかかれるよね。普通にこんなところかかったらマジで投資しちまうぜ。何の罠だろう。すっごいね、ダイナミックな森だ。もう町市街地までは数キロだと思うけどね、そんな場所にこんなダイナミックな自然が広がってるんだね。すげえの見っけた。名もなき滝スーパービッグでけえ。はい、結構降りてきましたね。海抜19メートルであります。すなわち標高19メートルってことだと思うんだけど、もう一つさ、これ津波避難場所とありますね。俺ね本当にね見て思ったんですけど、あ、自分の中に欠落してる感性だと思いましたね。これってね、もう無関係じゃないじゃないですか。今海の近くにいるわけだからね。今例えば地震がガッと来る可能性もあるわけでしょ。これは考えなきゃいけないなと思いましたね。うん、山の人間はさ、うん、普段そんな心配することがないからね、うん、頭に入れておこう。はい、長い長い峠をね降りてきました。きつい峠だったな。そして俺間違えてたじゃん、松本峠って。なんかねこっからね松本峠に登れるところらしい。俺ここをベンチマークにして今日ね動いてきたから、なんでちょっと勘違いしてました。はい、世界遺産って書いてある熊野古道。はい、そしてこれが大泊海水浴場ですね。綺麗です。もうめちゃめちゃ寒くて凍えてますけど、もうこういう綺麗な景色見るとね、ああもうどうでもよくなりますね。うん、綺麗だ。そしてもう一つ気になるのがこの鬼ヶ城ですね。鬼ヶ城ってなんだ、鬼ヶ島があるのかここに。うん、商業施設ではないと思う。何かの史跡だと思うね。ちょっと見てみたい鬼ヶ城。ほらやっぱ世界遺産じゃん。予備知識ゼロで来る俺の特権だな。ワクワクする。鬼ヶ城とは自然現象が生んだ天然の芸術です。およそ1時間弱で見学できるようです。今回行けませんでしたが、次訪れたら必ず見に行きたいと思います。こっちに鬼ヶ城があるみたい。
ちょっと今日は時間なくていけないけどね。うん、美しい海だ。鬼ヶ島歩道トンネルを通るよ。509m。 寒い、怖い。はい、反対側に来た。鬼ヶ城の多分ギリギリだね。鬼ヶ城を見るにはギリギリの時間帯だった。うん、いや、あれが鬼ヶ城っていうかはよくわかんないけど、綺麗です。ありがとう。4日目の海、日が暮れていきます。本当はもっといろんなものを見ながら旅したいけど、俺にゆっくり旅するのは多分無理だ。はい、海岸沿いを歩いてますね。もう真っ暗ですね。てか画面を通したら結構明るく見えるんだけどね、裸眼だと真っ暗ですね。駅の読み方がわからないんだよな。上志山駅かな。うん、そんな名前の駅でちょっとサレンダーします。諦めます。4日目はそこまでで、最終日明日ね、残りを走りたいと思います。寒い、もう凍えそうです。まだ6時前なので、ね、もうやばい。というわけで、ちょっと腹が減りすぎて、よく考えたら今日あんまりご飯食ってない気がしてきた。うん、まああんまり走れてないから今日は、うん、ぶっちゃけ走った距離5キロぐらいだと思う。なんでね、まあしょうがないんだけど、ただもうお腹減ってたんでね、なんか美味しいご飯屋さん出てこないかな。ね、都合よくガラガラでね、ちょっとぐらい値段高くてもいいから、めちゃめちゃうまいご飯屋さん出てこないかな。いやー、ついつい空いてたからさ、お寿司屋さん寄っちゃった。だってカウンター一人もいなかったんだもん。うまかった、めちゃめちゃうまかった。なんていうか、結構さ、400円の皿とかさ食べたから、気分的には4000円ぐらいいってんじゃねえかなと思ってたけど、2000円でした。なんかめちゃめちゃ得した気分です。はい、あ、お寿司食べてたせいで走んないと電車も間に合わない時間になっちゃいました。ちょっと走ります。駅まであと 2.4 キロです。寒い、凍える。熊野市とあるけど、ってことはこっから地籍が変わるのかな。見えねー、なんか書いてあるけど、町ですね。ここから町に切りがあります。何町でしょうか。全く見えません。三浜町、三浜町かな。三浜タウンイン、見えた。はい、駅着いたっぽいですね。でも余裕で無人駅ですね。いや、ちょっと使い方調べるわ。よくわかんない。校舎前、校舎前駅だって。絶対読めねえよ、長野県民には。新宮駅まで向かいます。一子一人いません。はい、明日また朝ね、ここに戻ってきます。甲子山駅。おっす、ほら足りよ。そういうわけでね、ホテル着いたんだけど、今日は大変だったわ。もうぶっちゃけ顔が疲れてるわ。うん、まあ頑張ったよ。まあ今日中にクリアできなかったのはね、ちょっと寂しいけど、しょうがない。明日また頑張る。というわけで、こいつら食います。やっぱりね、糖は大事だから。うん、食いますよ。さて、そんなわけでね、まあ明日の作戦はぶっちゃけまだ1ミリも考えてない。うん、とりあえずこいつら食って、風呂入って、それから考える。はい、そういうわけでね、やってきましたけど、2021年元旦、今日走った距離はわずか40キロでしたね。うん、走ったって言ってもほとんど走ってなかったしね。これでトータルが 220.1 キロになりましたね。残りはね、甲子山駅から熊野早玉大社までわずか 15.4 キロです。うん、まあこんな距離走ってね、終わりにしていいのかっていうのはあるんでね。まあ勢いでまだ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 って書いたけどね、うん、まだね、考えてない。まあ 15.4 キロ走ってゴールしても、まだね、俺もね、こんな短い距離走ってね、最終日終わりにしたくないんでね、5日目。なんかもっとすげえ面白いところに行きたいと思います。まあやってきたけどね、三重県縦断、この2日目のとか覚えてないもんね。もう俺、松阪市どうやって走ってたかとかも覚えてないし、まあ牛を食ってないことだけは覚えてる。
それに雨が降ってないことも覚えてる。雪が降りました。はい。いやー長かったな。うん、三重県縦断。やっぱね、思うとね、寂しいけど終わりにしないとな。いよいよ最後や。頼むで三島1号。まあ今ゴール付近にいるっていうのがちょっと滑稽だよね。大津山で降りのお客様は。いけるかな。ワンちゃんいけるぞ。なんも言うことねえや。いやでもマジ寂しいね。おいくつだろうね。俺いくつ宝物見つけただろうね。変わり者のあなたに。終わりです。私の旅は。うん、寂しいけどね。すごいね。昨日の夜見たまんま。何も言うことねえや。宝物見つけようぜ。2021年。いやこれ普通に吹雪いてんな。洗濯除雪車も動いてますね。えい、寒い。寒すぎて涙が出る。この世はでっかい宝島。だから正直わからない。あと3キロでいいから足持ってほしい。挑戦してる意味が自分で自分に説明できなくなっちゃうからね。寒い、暗い、お風呂に入りたい。皆さんおはようございます。明けましておめでとうございます。2021年1月2日の朝です。5時過ぎてしまいました。はい、早くご飯食べたいと思います。いや俺史上最もご飯がぺったんこなお弁当。いよいよ最後や。頼むで三島一号。よっ、寒い。めっちゃ寒い。新宮市はまあ今ゴール付近にいるっていうのがちょっと滑稽だよね。うん、始発に遅れちゃいそうなんでちょっと急ぎます。前日リタイアした三重県美浜町の甲子山駅まで電車で戻ります。甲子山でお降りのお客様は前寄り車両の一番前のドアを利用ください。バイバイ。あの電車ね、滝まで行くんだって。俺滝走ってたの何日前だったっけ。もう全然覚えてない。はい、着きました。甲子山。甲子山駅から三重県縦断の旅最終日が始まります。すごいね。昨日の夜見たまんま。早朝なので一っ子一人いません。安っ。はい、美しいですね。うん、美浜町の海岸です。朝焼けがめちゃめちゃ美しい。俺走り始めて気づいたんですけど、三重県の終わりと同時に俺の旅の終わりがどん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 近づいてくるんですよ。いやそれすげえ嫌だなと思って。帰りたくねえ。ワイはなんで長野県に帰らなきゃいかんのや。そう思うんですよね。寂しいな。でもね、大丈夫、多分大丈夫。そんだけ寂しいっていうことはなんか失恋に似てるなと思って。あの大切な人を失ってさ、悲しいじゃないですか。涙いっぱいこぼれるじゃないですか。それって証明なんですよね。その人のことめちゃめちゃ大事で愛してるっていう。だから俺気づいたんですよ。何の縁もゆかりも感情もなかった三重県のこと大好きになってるやん。年中みかんの取れる町、美浜町。はい、美浜の朝焼けです。とんでも綺麗だよね。もうずっと見てたい。幸せです。2021年、初っ端からこんなもん見れたの超幸せだな俺。はい、進まなければいけません。ここね、道の駅なんだよね。道の駅みかんパーク七里三浜です。私ここ寄った覚えありますね。5年ぐらい前かな、来たことがあって。その時はね、塩ラーメンを食べました。その時と今ね全然感情が違うね。ここにいる心の持ちようが。その時はただただ通り道としてね寄ったけど、今は違います。本当に大切なところにいるっていう気持ちが強いね。はい、みんなが大好きな顔はめもあるよ。かわいいすげえ綺麗だな。ちょっと海岸のすげえ近くまで行ってみようかな。
へへぇ、波打ち際になってる。こうなってるんだな。いけるかな、ワンチャンいけるぞ。若干険しい。靴に、ああ、砂利が入りそう。なんも言うことねえや。はい、今42号線っていうの走ってて、これ気泡バイパスっていうやつだと思うんだけど、うん、いよいよね、道が狭くなってきたな。今まで歩道とかあってすごい走りやすかったんだけどね。うん、まあここを走っていくしかないからね、しょうがないんだけど、このさ、下のさ、このちっちゃい道みたいなのさ、これ行けんのかな。俺ワンチャンこっち走ってみようと思うんだよね。うん、すげえ細い道、こっちの住宅街につながる。うん、ちょっとここの脇を走らせてもらおうかな。ちょっとこっち走るの危ないからね。ダメですね、やっぱり脇道が途切れてしまいました。気をつけてね、走っていこうと思いますよ。気泡バイパス、絶景、ありがとうございました。お気をつけてお帰りください、美浜町。ということで、ここからね、地籍が変わりますね。ここから気泡町であります。500メートル先に道の駅がありますね。ちょっとね、疲れちゃったからゆっくり歩いていこうかな。ウミガメのいる道の駅ウミガメ公園、見れるのか、ワンちゃん見れるのか、いんのかな、いんのかな、これいないのかな、ん、冬眠してんのか。ウミガメさんと一緒に大気町で見た大内山コーヒー牛乳とウミガメのお菓子を食べたよ。ウミガメを無料で観察できるウミガメふれあいパークを発見。見れるのかもしれない公園はこのでっかいウミガメさんがマーク。みんなも遊びに来よう。ふれあいパークに入ってみました。水槽に手を入れないでくださいって普通にサメがいるんですけど怖い。手のひらサイズのカメさんもいました。まったりしててかわいい。はい、出ました、目がでかいウミガメさんです。なんとここね、300円ぐらいだったと思うけど、このね、餌付け体験ができるんですよ。お魚の切り身をね、このトングで揚げます。ポトンってね、落とすような感じで揚げてくださいねって書いてありましたね。で、これがね、思ったよりもめちゃめちゃ楽しいっていうか、めちゃめちゃ可愛いんですよ。最初は餌に対してそっけない感じだったんだけど、この後めちゃめちゃね、このサイズの神さんが集まってきて、超楽しかったですね。ウミガメ餌やり体験めちゃめちゃおすすめです。はい、42号線はね、ずーっと新宮方面に向かってたんですけど、ここでちょっとね、35号線の方に移ろうと思います。そうしないとね、ちょっとね、道が狭いんですよ。はい、ちょっとね、歩きやすい道を行きたいと思いますね。私の旅が600メートルだけだけど伸びました。うん、ちょっと嬉しいです。さっきさ、ウミガメ公園で餌あげたじゃないですか。あれ300円なんですよ。レジで言えばね、300円でウミガメの餌売ってくれるんですよね。で、餌あげてたらさ、最初映像としてはあんまり残してないんですよ。だってウミガメの反応があんまり良くなかったからさ、あんま興味ねえのかなと思って餌あげてたら、どん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 ウミガメが集まってきて、4匹ぐらい集まってきたんですよね。なんでうわー超楽しいと思ってて、で餌をあげ終わる頃に、で子供たちがさ、ちょうどね、開幕ダッシュで私行ったから、ちょうどね9時オープンだったんで、10分ぐらい待てばウミガメ見れたんですよね。なんで10分ぐらい待ってたんですよ、あの道の駅で。で開幕ダッシュで行って、もちろん誰もいなくて、ああラッキーと思って餌あげてたら、もう餌をねあげる終盤の時に子供たちがブワッて入ってきて、で俺餌あげてるでしょ、それ見てさ、多分スタッフの方が餌あげてると思ったんだろうね、この格好ですから。それ見てさ、うわー餌あげてるっつって、うん、子供たち大喜びっていうね、うん、この格好のスタッフおらんやろ。いやでもマジ寂しいね。もうこれから先もし見どころがなかったとしたら、次はもう三重県の終わりかもしんない。うん、三重県と和歌山県の県境かもしんない。うん、寂しいな、帰りたくない。でまあすごいね、今回の旅良かったよ、とんでもなく良かった。もういくつだろうね、俺いくつ宝物見つけただろうね、スタートの時言ってた宝物。うん、もう自分でも途中まで数えてたけど、もう数えきれない。じゃあ私が今回の旅で見つけてきた宝物数々まとめました。私が編集したと思いますんで、編集した映像どうぞ。すげえ美しい川だ。このでっけえ木曽川とでっけえ長良川、
合心するんか。四日市名物だったんだな。なんか長さが不揃いなのは、これはすいません、私のせいです。びっくりするぐらい美しい空ですね。これラピュータなんじゃないのかな、やっぱ。寒いよ、助けて。雪まみれだぜ。最高の大晦日がここにあります。アゴナシ地蔵だって。交通安全です。2枚いただきます。今日の旅の無事を祈らせていただきます。ここに走ってくる人はまず私ぐらいしかいないでしょう。本当に言葉が出ない。ランニング神からのプレゼントかと思って。この苦境がね、体がね、頑張って走りたいって言ってるんですよ。それって証明なんですよね。その人のことめちゃめちゃ大事で愛してるっていう。何も言うことねえや。ウミガメ餌やり体験めちゃめちゃおすすめです。どうですか、見てもらったのがね、今回の旅で私が見つけた宝物の数々です。まあぶっちゃけね、共感してくれる人もいると思うし、いやなんだその宝物って思う人もいると思うんですよ、一個一個ね。うん。でもね、私は本当にね、心が震えた、この宝物たちで。うん。そんな大切な宝物たちをたくさん見つけました。だからね、本当に走ってよかった。で、こっからはね、あなたに言いたいんですよ。この動画を見てくださってるあなたたちじゃなくて、今ね、この旅を最初から最後まで見てしまった変わり者のあなたに言いたい。あのね、宝物を見つけてほしいんですよね。自分の宝物を。人から見てどうこうじゃなくて、自分の宝物を本当に見つけてほしい。多分、ここまで見てくれたあなただったら理解できると思うんですよ。私のシンパシーに。うん。ちょっと近いものがある変わり者だと思うんで。うん。宝物見つけようぜ。2021年、絶対に見つかる。いい年になるから、うん、さて、俺は俺で旅を終わりにしに行きます。今日、三重県縦断の旅を自分で始めた旅だからね、終わりにします。自分で。さあ、いよいよ本当に旅が終わります。三重県との別れをね、名残を惜しむにはあまりにも短い距離です。あと熊野早玉大社まではわずか 600m です。綺麗な川でしょ。これはね、熊野川ですね。この川をね、渡ってくと和歌山県なんですよ。こっちはね、歩行者用の道だから書いてないけど、あっちの車用の道には書いてありますね。和歌山県新宮市、見える？真ん中。はい、終わりです。私の旅は。うん、寂しいけどね。和歌山県インヘロー新宮市。はい、そういうわけでグッバイ三重県ですね。グッバイ岐阜町。はい、楽しかったな、マジで。2021年、もう最強に楽しいことがこれからもガンガン来るってわかるね。うん、ありがとう。本当に楽しかったよ。三重県大好きになりました。多分100時間ぐらいじゃないかな、いた時間は。本当に幸せな100時間でした。また絶対訪れたいと思います。センキュー三重県。はい、ご視聴ありがとうございます。ここまで見てくださってありがとうございました。この三重県縦断シリーズ、最初から最後まで見たらね、2時間強にはなっていると思います。お疲れ様でした。どうでしたかね、今回の旅。なかなかね、私のね、詰め込んだ旅になったと思いますよ。この旅を通してね、ご覧になってくださった皆さんに少しでも私のポジティブエネルギーを分け与えられたらと思いますね。2021年、マジで楽しんでいきましょう。この三重県縦断を終えた後はね、ご覧の通り、熊野早玉大社巡ったり、新宮城跡を巡ったりね、ここね、城跡があったんですよね。あとね、紀州くんっていう和歌山のおまわりさんのキャラがなぜか好きなんですよね。久しぶりに見れてよかったです。あとは名物、もうでもちもいただきました。もちろん一気に食いましたよ。そして、おみくじ。見事に大吉でしたね。なんと3年連続の今日は逃してしまいましたが、まあ大吉なんでいいでしょう。さて、犬走り袋の中身も見ていきましょう。これね、1日目かな、助けてくれましたね。アルクマね、座って物を食うなって私に伝えてくれましたね。そして熊野早玉大社でいただいた福銭、そしてね、アゴナシ地蔵尊でいただいたお守りもね、入れておきましょう。また私の犬走り袋が素晴らしい思い出で満たされました。本当にね、ありがとう三重県、いい旅だった。さて、時は流れ、もう帰りのバスの中ですね。これね、見つけたんですよ。ヒノキと魚の町、尾鷲市のね、このキャラですね。死ぬほどきつかった峠の上では1体しかいませんでしたが、ここでは3人いらっしゃいましたね。なんかもうすでに懐かしい。バスはどんどん三重県を北上していきます。私が走った道をね、うん、遡っていくようです。
どん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 名古屋に近づいていって、私の気持ちとは反比例するようにどんどんね、三重県とはバイバイしていきます。またいつかね、三重に来て走りたいと思います。その時はまた新しい気持ちでね、三重を走れると思う。そしてまた新しい旅に出よう。まだまだ行ったことないたくさんの知らない場所たちがね、いっぱい宝箱散らかして待っているはずだから。明石海峡、淡路島、鳴門海峡を越えてたどり着いたのは伊予の二名の島。初めて出会う場所ね。長い長いチャレンジが始まる。とうとう来た、とうとうたどり着いたぞ、四国や。そう、次のクレイジーランの舞台は四国。いや暑いな、鳴門市はとにかく暑い。クレイジーシュゲンジャのレックレス王遍路スタート。